はい、えー、では皆さんこんにちは、えー、レクセン人工種の横溝です、えー、本日これからですね2019年度行政書士試験の詳細解説会の方を始めていきたいと思います最後までよろしくお願いします はいまあましあいろんな意味で、えー、少しこう整理できてきたあ時期なのかまだあ整理できていないのかいろいろあるかもしれませんけれどまああの本試験自体の評価についてもいろんなところでいろんな評価が ああで出ているようなね状況でもあるわけで、まあ実際、えー、どういう試験だったんだろうか、あのー、まあまあ個人の感想というよりは、あまあ、客観的なこうデータで、えー、示してですね、だから多分こうだったんじゃないかって話を最初にまあ、してみたいなと思います。まあ、その上で、えー、まあまあね短い時間ではありますけれどおー、各問題のポイントについても。 なるべく全部触れるようにお話はしていこうかなということなんですね。で、今回ですね、あのレジュメとして詳細解説会と書いてあるこちらのレジュメの方がありますので、そちらを開けてみてください。 そそうそう問題冊子は持ってきててきいいただいてますよね問題冊子はまだあのいろいろな関係上皆さんにレックの方で印刷して配ることができないのであの試験研究センターがアップして発表してくれたらできるそうなんですがまだあのその許諾のタイミングの問題で出せないものですからあ問題もちょっと映せませんのでその辺はご了承ください。ででええっっととこちらののレジュメの中ですね、えーと まあ、詳細解説会というものを入れておきましたで、えー、その下のスライドからですまあねこのパンダは何だっていうのはあまりコメントせずに <laughs> 先に行きたいと思いますけれど、えー、とではその詳細解説会のところで、えー、無料成績診断の結果から見るです、ね、全体の難易度っていう話を、えー、先にしておきたいと思います。 まあまあ、あのこの中でも、ねえー、募集というか応募していただいた方もいらっしゃるかもしれません、これからあ最終的な結果はこれから出るということになりますが、あの記述の問題を再現して、あとはあーマークシートの番号を入力して入れていただいているというものですね、でそれ結構昔からデータがたくさんあるんですけれど、あんまり出すと大変なんで2013年度ぐらいからのものをだーっと並べてみました。もちろんこれの無料成績診断に来てる 型のデータですから全体よりは少し高く出ているということにはなりますがだから数字よりはその数字の変化をちょっと確認していただくといいんじゃないかと思います。あの今回ですねまあ、前年 2018年、17年と非常に法令の択一のところ多種選択、択一含めて、ね、非常に高い点数で動いていたということ、まあ、その前を見ても2015年ぐらいからずっとそうですよね比較的高い水準で動いてきていたということになるんですが、はい、2019年度現時点での平均点はこんな感じです。 108.7ととといいううののが現時点点平均点ということになりますですから、まあ、誰が何と言おう方が法令の科目に関して択一に関してはこれは難しかったというそういう話になるんだと思います。ここはもうあの数字がこれだけガクンと落ちるというのはあやはり受験生の皆さんが非常に苦戦している状態をもうはっきり表しているものだろうなということです。で一方 一般知識なんですが一般知識はそこに上がっているように13年度から2018年度までそんなに変化がないですね16年だけ17年だけ少し高かったけどだいたい8問前後っていうのがあこれが平均だったんですが今回ですねこうなってます41.4点ですちょっとこれ史上最高のお平均点になりますねあのー、確かに個別相談に来ている方 あ点数を見るとですねほぼ9割方の人が40点なんですよ9割方の方が40点でしたって形で持ってきてで一部、あのー、40点をに達してない36点とかあ32点とかって方もまあいらっしゃるけれどあさらに上もいますねあの上もいます56点って人もいましたあで全問正解です全問正解という方がいらっしゃいましたのでまあまあその辺ですねあの 法令が異様に下がった割には一般知識が上がってしまったのでトータルはそんなに前年と変わってないというそういう状態になってしまっているということです。だから 2014年度の数字見ていただくと分かりますがあのいわゆる補正画うのこうのっていうことが発動されるための数字はこのぐらい下がってないと2014年度ぐらい下がってないとまあ無理だろうと思いますだからあの今回は普通に180点で合格というような通常の基準で処理されることになるんだろうなああそんなイメージを持っているということなんですね。それから記述の採点に関しても昨年と同じような あレベルで採点してくるんじゃなないかな、まあ、ここ数年、まあ、似たような感じではあるかもしれませんが、まあ、そういった形で採点してくるんだろうな結果的にうんとまあまあ昨年とそんなに差がないという状態にトータルではなってるってそういう話なんですね。一般知識はまあまあ割と確かにねっていう感じの問題ではあったかもしれませんけどね。ただ 法令に関してはあさてこちらあ画面集の2ページの上のスライドの方に行きますけれどうーんまあまあなかなかやはりですねあの非常に苦戦した方が多いあの憲法ですかね。 憲法の出来が、まあ、このあと見ていくと分かりますけどやっぱり憲法の出来があまりよろしくない方が多いです。基礎法学まで含めて、えー、7問中で1問とか2問とかっていう正解にとどまっている方がわ、まあ、割と多いのかなという印象があります。それから行政法も あの今回の合格ラインはやはり例年よりもちょっとワンポイント下がって行政法14問以上っていうのがあ一つの目安になってきている通常だと15問ぐらいなんですけどね1問ぐらいちょっと下がってるかなそんなイメージですあの多肢選択は例年通り18点以上ということになりますかねそのあたりがやはり合格ラインということになるんでしょうあの記述に関しては。 やっぱり四十五番がちゃんとかけてるかどうかって後でまあ見ていきますが問題四十五がちゃんとかけていたかどうかここで点がつかないとえ残念ながら四十四と四十六で点がつくことを期待できる状態になってない人が多いという印象があります問題の四十四番があ予想以上に出来があまりよろしくないえ行政手続法の話を。 を聞いてるはずなのに違うことを書いてしまっている方が無料成績診断の答案500人分ぐらいかなとりあえず数日前にもらって全部見てみたんですけれどあの非常にあのばらつきがあってですね特に誰がっていうところを外してしまっている方が非常に多いという印象を強く持っています。 まああの個別相談に来た場合は誰がが間違ってたらもうその問題零点にしてますのであの主語を間違えたら後あってても零点だっていうそういう採点で一応対応はしてます実際はわからないけどね一応そんな感じですはい一般知識のところはまあまああの逆にあんまり差がついてないっていうそういう話になってしまってるのかなというところはありますねまあそれはもうあのそこに書いてある通りですでいいと思いますそれからはい三ページの上なんですが。 まあ一応ですね問題をいくつか正答率でグループ分けして4つに分けてこれからお話はしていきます、まあ今回、ちょっと S ランクっていうので8割以上の正答率っていうものと A、B、C とそれぞれパーセンテージ見ていただくといいですやはりあの合格するために外してはいけない問題というのはもちろんこの中の A ランクより上。 ですね。ここは外してはいけないということになります。で、おっとっとっと、えー、B ランクの問題がもちろんこれが合否を分ける問題だということになるんですが、あの実はこれの。 数字の分布を過去4年ぐらい全部ちょっと見てみたんですけれど、あのー、今年何で法令が難しいのかっていうのはどうやらこの正答率の分布に結構ですね現れてるのかなっていうそんな印象はあ受けました、えー、とそこに書いてありますように法令択一あの40問中ごめんなさいこれですね数値がまた少し変わってて。 これレジュメを作ったときからまた新しいデータが出ちゃってるものですからここ二十六問ではないです二十四問ですね二十四問になりますけど二十四問が実はあこの A ランク S ランクだから六割以上の正解率が出てるものということになってるんですこれだけ見ると二千十六年から見てきて一番多いんです。 あの2016年17年は両方ともこの同じランクのものが19問しかないんです。で昨年は2二問あるんです。 だからあのおそらく法令が優しかったっていう評価をしている人はここに注目してあの結構みんなできてるじゃんっていうようなイメージで言ってるんじゃないかなっていう気がします。まああのね、こういう講師が見ると直感的にそういう問題ってある程度見極めはつきますので、まあ、その結果なんか結構できそうな問題多いんじゃないってなれば優しいって評価につながるのかもしれません。だけど決してそううでははないといとのが実はあのこちら B. ランクの問題が、これは変わってません。あの、五問しかないんですよ。あの、要は五票分けるだろうって言われるような、まあ、できる人、できない人が半々だっていう問題が。これ、昨年だと十一問あるんです。今回、五問しかないのよ。あの、二千十七年に至っては、その問題が二十一問あるんですよ。だから、あの、まあ、そのうちから半分拾えればね、みたいなことが言えるようなタイプの問題が、今回、五題しかないんです。ってことは、引き算をすると。 40%未満の正答率にとどまっている問題が今年は15代あるんですよ。っていうことになるのでだからあのほとんど誰もできてないっていうような問題があ40問中15問もあるっていうそういうような状態にあのレックの無料成績診断の結果だけれどなってるんですよ。でその2016年だと5問ぐらいあるんですよ。 だからあの C ランクの問題ってそのぐらいのレベルで普通は40問中の5問から7問ぐらいっていうような話だったはずなのに今回はなんとまあそれが15問ぐらいあるってことになるのでそこにはまってしまった状態になるとやはり非常に苦戦することになるのかなかちょっと。こののの問題の難易度のギャップが あものによって激しくこうついてるっていうのがあ今回のまあ法令の択一の一つの特色だろうっていうそういう話ですだからやっぱどう見ても難しかったんだと思いますね難しかったし解きづらかったっていうのが今年の試験なんじゃないかなで取りこぼしができないその A ランクのところからガサッと持ってこないとそこで数問でも落としたらリカバーがもう リカバリーがほとんどできない状態になってしまうのでそうすると確率で22問とか法令科目で22問とか21問って正解の方は意外と前戦してるんですけど残念ながら A ランク S ランクの問題を落としてる部分があるので結果的にそれを補うだけの B ランクの問題の数が少ないからリカバーができないって状態になってしまっているっていうのが、まあ、おそらくあの受験生の中に起きてた現象なんだろうなと思います。あの一般知識に関してはなんとまあ あの6割以上の正答率の問題が10問あるんですね。だからそれはできるわなっていうそういう感じです。あの、こんなのは珍しいです。あの、今回だって、えー、a ランク s ランクの問題が一般知識は10台あって、あとは b と c が2問ずつなんですよ。だからまあまあそれは10問ぐらいできるよね。っていう。そういうような状態になるのはわからなくはないです。あの前年は？ 同じ分布でいくと6割以上の問題6問しかないですから昨年の一般知識の問題は。 やっぱ、それを考えると、一般知識は取りやすかったんだね、という。そんなイメージですかね。全体のイメージは、まあ、そんな話だと思ってください。だから、あの例年よりも、民法もそうだな。四問から五問ぐらい正解できれば十分だっただろうし。行政法は十四代ぐらいというのが、一つのラインになってくるだろう。憲法も三問ぐらいだったのかな。あと、一般知識で、その足りない分をどれだけ。リカバーして、四十点以上取れていたかどうか。あと、多種選択を十八点から下に。 いかなかったかどうかそのあたりがまあ大きな合否を分けるラインになってくるのかなということなんですねちょっと稀に見る通常と得点分布が違う感じの問題になっているっていうのはまず冒頭でお話をしておきたかったことだということになりますかさて、えー、ではですね問題を見ていってみましょうか まあ,あそうだね順番に見ていってみるあのレシュメをあっち行ったりこっち行ったりするのも大変なので順番にいきましょうかね、えー、問題1番から順番にお話をしていくということにしましょうか。 はいえー、と問題1番2番、はいこちら、基礎法学の問題になりますね、基礎法学の問題です。まあ、あ解説冊子などは後で、えー、そこ、一応ね、正答率なんかも正確な数字が書いてあったりはしますので、まあ、それは参考にしていただくと良いだろうなというところではあるんですが、あのー、今回の場合だと、 えー、こんな感じですかあ難易度とそれから正答率、ね、A、B、C、S ランク、C ランクというのを一応書いておきました数字変わるかなと思ってこちらランクであの書くような状態にしました、あのーまあまあ、パッと見だとやはり問題1の方が標準的な問題あのな穴埋めだったんでこっちの方が正解はしやすい問題かなと思います。 まあそこに書いてあるようにあの日本の明治時代の法律のトレンドは最初フランス民法なんかもフランス民法から入ってきてただ特に家族法のあたりなんかはフランス民法のままだとやはりこれは日本の伝統がどうのこうのとかいう人が現れて巻き戻しがあって結局ドイツの方角が優勢になっていくっていう流れがあったんだということやそれからまあフランスの学問を持ってきた時の代表の方というのが後に法政大学になる。 法学校を作ってたボアソナードさんという方ですねボアソナードさん法政大学出身の方はよくご存知だと思いますあの創設者の一人っていう形で名前が出てくるような方ではないかと思うんです東京法学校って言ったかなそんなところの創設者だったということですかねまあ、あとはあのところでオランダっていうのは うーん江戸時代は外国と交流があったらオランダだけだよなってその辺りから選んで、えー、解ければよかったのではないかと思います。はいえー、問題の2番についてはこれはまあまあ,あの人によってできるできないはあるでしょうねあの意外とよくできてたような気はしますけれど。 あのカタカナアのところで、ね、刑事訴訟の場合は簡易裁判所からスタートしても次、高等裁判所最高裁って必ず最高裁が第三審になるような設定になっているというのは今回、まあ、知っておいていただいてもいいかなこのカタカナアの解説のところは、ねえーまあ、まあ来年もまた受けるという方は知っておいてもいいのかなというそんな知識だという言い方にしておきます。 あの問題3番を外した人はまあねこれ終わったことをいろいろ言うのもあれですけれど問題3番間違えた人はちょっともったいなかったなあこれはできてほしい問題だと思いますあの、ね。選択肢1番に脅かしが入ってるけど2番3番4番5番は普通の統治の問題です。普通のの統治問題でで番は不逮捕特権でしょ 3番は自立権の話だし4番は部分社会の法理の話をしてるだけだし5番は面積特権ですから、まあ、確かに司法権と国会の話がごちゃ混ぜにはなってるけれど2から5まではこれは基本知識ですだからこの問題はやはり間違えると非常に痛かったんじゃないかな、まあ、正当率も、まあ、まあ A ランクで高かったけれどこの問題3番は確実に取りたかったなっていうのが。 もうおあるかなとは思いますねそれから問題の4番ですけれどこちらもまあなんだろう判例の知識問題としてはあ決して難しいものではないということにはなるんだけれどあのちゃんと理解してたかどうかの方が重要なのかな例えば選択肢1番なんかだとこれ着出しと非嫡出詞の相続分差別です。えーと 憲法違反だって話をしていくときにはあくまでも個人の尊重っていうところから子どもを一人一人個人として見た時にその自分の努力では超えられないようなあールールで相続分に差をつけてしまうということをするのはそれは著しく不合理だからあー平等原則違反になるんだってていいいう言い方をしていたはずです法律婚の保護っていう話だったら合憲の方に持ってかれちゃうからね。 あのこれまでこの最高裁の今回のこの決定が出るまでの最高裁の立場は法律婚を保護するんだだからちゃんと婚姻届を出して子どもを作った人をまあある意味優遇するっていう意味でその子どもに対する相続分を非嫡出士よりも 多くく認めていくんだだから法律婚とか家族って制度を重視するとこの制度は合憲だって言ってきたのが今までの最高裁の立場ですからそれを個人を尊重するんだって切り替えて憲法違反と言ったので1番はだから罰なのよこれは産行目のところが罰になっちゃうんですよね。それからあの2番のところも あの国籍法の話をしているということなんですけれど立法目的そのものは法律を作った段階では当時の世界の情勢を考えても合理性はあったんだって言ってたんですよ。それが時代の変化でだんだんん今は思い 負担を負わせるように変わったよね。って話をしていたので、立法目的に合理的根拠がないという形で全面的にバッサリ切り捨ててるわけではないですね。だからその意味では2番もやっぱりバツになっちゃうんですよ。 三、まあ、番はまあまあまあ,あのこれはあ、ね、こんな判例はそもそも憲法違反だといった判例はありませんというシンプルなあ結論の問題4番が、まあ、正解4番のあたりはこれは、えー、以前2016年出た問題とほぼ同じ文章だったりしますので、まあ、これが正解だあ5番のところ、あのーねえー、夫婦別姓訴訟は夫婦の名字があたまたま 夫の側の名字を選ぶ人が98%ぐらいいるということ自体がじゃあそれをもって直ちに男女で不平等だとなっているかと評価するかというとそれはたまたまだから。 たまたまそうなってるだけなのでそれをもって男女不平もともとあの法律そのものは夫または妻の氏を称するってしてるのでえ要はあ法律の条文そのもので男女差別にはなってないよねっていうことを前提に話をしてたはずだから法のもとの平等に反するっていう2行目は罰になるのよ。 これやっぱりあの単純な結論ではなくてそこに至るまでにどういうようなプロセスで話をしているのかというところをやはりしっかり正確にストーリーとして追いかけられているかどうかというところが問われた問題だという意味ではあの非常にいい問題です非常にいい問題だしこれがちゃんと答えられるかどうかというのはこういう判例がちゃんと分かっているかどうかの一つのもう基準判断基準になってくるんじゃないかなと思います。はい、問題5番 こちらは難しい。問題5番は難しいです。だからまあ、問題3。問題4はしっかり答えられて欲しかったけれど、問題5は難しいね。これはあの選択肢1番に気づければってところでしょう正解率も5割前後なので、まあ、本当にあの選択肢1番に気づけたかどうか。そこで全て勝敗は決まってくるのかなと思います。あのこれね、在外日本人の選挙権の行使ができなかったっていう例の判例です。 で、えー、やむを得ない自由がなければ制限はしてはいけないというような言い方を選挙権行使について、えー、あの判例は述べていましたやむを得ない自由っていうのはこれはその投票をさせてしまったら選挙の構成が維持できないようなやむを得ない自由がなきゃいけないって言い方をしていたはずでそんなに国会の広い裁量を 投票権という大事な基本的人権を制約するときにまあある程度国会に任せるは何でもありみたいなことを言うはずはないんですねだから選択肢1番をそれでパシッと切れた人はそのまま正解できたんじゃないのかなってそれが2人に1人ぐらいだったっていうそういう話なんだと思いますまあ、選択肢の2番のあたりはまあ、これは有名な 例えば三井美媒炭鉱事件とかその辺りでね出てくる立候補の自由の話だったりするのでまあそれはしっかり分かってたらよかったかな3番4番5番全部正しいですけれどこの辺りまで知ってたかどうかはちょっと微妙な気がしますだからあの1番ではっきり判断ができないと結構この問題は泥沼にはまっちゃったっていう状態になったかもしれませんね。番2番がやはりもものののすごく重要な判例の知識を聞いいてるもの だとということになりますか、はい、問題6番これも正解したかったね S ランク問題ですからあかなりの人ができていたあということになるんだけれどと思ったけどそうだこれ S ランクからあの A ランクにね、えー、ちょっと2%ぐらい下がっちゃったのであの S ランクから A ランクにそうそう落ちました落ちましたけれどでもやっぱり、えー、8割弱ぐらいの正解率なんであの選択肢2番のところね もううここれ一本本りりででです。そこ一本ずりで判断ができたかどうかどって話だと思います。だって教科書検定による不合格処分が、まあ、検閲にあたるかどうかというような話をしているということなんだけれど発表前の審査によって一般図書としての発行を妨げるものだという言い方をしているけどこれ教科書検定家永教科書訴訟とかではあの 教科書検定は不合格になっても本屋さんで売れるから検閲じゃないって言い方をしてたはずなんですそこに気づけば正解はできますだできた人が8割弱っていうのはこれはうなずける問題です他か分かんなくてももう選択肢2番で結構序盤の選択肢だしそこで判断ができなきゃいけない問題だろうと思いますそれから問題7番これはえっ、ー、とねそうランクが落ちたの B ランクに落ちてます ちょっと正答率が少し集計が集まってきたらあ下がっちゃいました。まあまあ,あ選択肢三番のところが正解です。うんねこれもうなんだろう冒頭の文章を読んだ段階で。 ちょっとやばい匂いがしたら飛ばすべきっていうそういう問題だったかもしれません。あの憲法ののの出題題者があ遊んででできたたなってそういううういい感じの問題ですたまにこういうのやるでしょ以前もカメラマンがあ写真集を出版したらあどうのこうのみたいな感じの話とかさあの判例をまとめたカードを作ったら床にばらまいちゃってどれが間違ったカードだか分かんなくなったとかああいう類の問題ですからだからあのまあまあパシッと飛ばして先行っちゃってもよかったんじゃないかなとは思います。意外と きてたのかな6割弱の正解で、まあ、確かに裁判官は政治活動の自由は一般の公務員以上に政治的中立性は強く求められるのは当然だということで3番が正解だったんでしょう。はい、それから他子選択憲法をまとめて他子選択41番うん,うんうんうんあのこれはね、えー、なかなか全部を埋めるのは無理です。 あのしかもこれ正答率が変わってえここランク C になってしまいましたあ正答率が下がっちゃったみたいなのであのランク C になってますだから何だろうなあの内容的にはあと A が埋めやすいかなって解答速報会の時はそう思って言ってたんですが正解率で見ると「e、と A ま A、あ」何にしても「A」は 埋めやすかったんじゃないのかなとこの絵のところの営利を目的としてやっちゃいけないってその話は NHK だしっていうので判断ができた人は多かったのかもしれませんだからあとは赤いどっちかだったんでしょうねいは文章からうんこの10番を選べたのかもしれないしまああの方がなんとなく2番目のあで 埋めやすいような気は個人的にはするんですけれどまあどちらかで埋まって、えー、無料成績診断それから個別相談見てても二つぐらいは正解できている方が多いかなと思いますねややあなかなか全部を埋めるのは厳しい判例だったんじゃないかなというのがこの問題ですまあ,あ NHK の話ではあったんですけれどお知識がなくても埋められるとすれば後絵なんじゃないかなってそんな感じですね はい、行政法の方に行きます。総論です。えー、問題の八番からが行政法の総論です。あのね、問題の八番間違えた人はちょっと反省しないといけないです。これは。これは間違えちゃいけないです。問題の八番は。あの、選択肢四番の秩序罰の話は。 もう法律に違反した場合と条例に違反した場合でその後何の法律にのっとって誰があ秩序罰を課していくのかってところはもう多種選択でも出ている択一でも出ているもう超品質事項の一つということになりますしまあ,あの昨年が大執行の話が出ていたことを考えれば当然もう一個の行政罰の方は出てくるだろうっていうような想定の中で勉強しておかなければいけない分野ですからだから これはは間違える人はちょっっとまずいなってで特に間違えた方の多くが1番を選んでるっていう状態になってるみたいでこれ間違え方もまあなんかね傷にもし間違えた方がいたらですよちょっと傷に塩を塗るみたいであの申し訳ないけど選択肢1番で間違えたらちょっともうこれはねあの本当に話にならない。 っていうことだとだ思います。これも合格講座の授業で即時強制の説明をするときに絶対触れる話だったりしますよね義務違反じゃないっていうところをなんで読み落としたっていうのはこれはやっぱりうん本当に反省しないといけないっていうこれ全体の点数が良かった悪かったにかかわらずこの問題間違えてたらちょっと。 と本当に反省してもらわないといけないというそういう類の問題だと思います。まあ他のものも含めて、えー、しっかり正解できるといいかな特徴的な選択肢がその2つというそういうお話ですかね、はい。一方問題の9番、えー、とこれはほとんど誰もできてませんできないかなって感じだけどできてません。あのー 2番4番これ、ちゃんとただなぜ罰なのかは特に選択肢2番、4番はしっかり分かるようにしておいてください選択肢2番、こうやって上から下へ、えー、ですね命令を出すというのはこれはどう考えてもあの通達の話をしているんであって、えー、告示の話ではないですよねというところはやはりしっかり分かってほしかったそれから、実は選択肢4番これ規則じゃないよね省令ですよね。 という行政立法の、本当にシンプルな問題が二番、四番なんです。間違えてる方が、二と四に集中しているの。 だからこれも、まあ、あ,のあれだけど本当に、えー、しっかり分かってなきゃいけないところを外してるってことになってくるのでこういう問題外すとやっぱり徐々に徐々にそれが響いてくるっていうのはあるのかもしれませんまあ正答率が問題9はただ非常に低かったので20%ぐらいの正答率なものですから、まあ、合否にはそこまで影響はしてないのかなとは思いますけどね。はい、問題10番問題10番です。 まあ現場で見たら飛ばす。 タイプの問題でしょう、ねあのー、まあまああんまり触れない方がいいタイプかもしれませんただ聞いてる内容はかっこ2番の文章のところだけを読むと実はあの鉱物の判例のところで、えー、全部自分の畑だと思ってつく使っていたら実はなんか水路があそこに存在していてでその水路が国有地だったんだよねっていう話例の話ですね国有地だったんだよねっていう話になってただもう水路としては影も形もないから あそしてて他の人が誰もも困っいいるわけでもない結果的に、えー、ということは目次的に公用廃止行為があったんじゃないかっていう昨年も出ていたあ判例の知識をそのまま聞いてきてるようなものだということに気づくと答えは出せたのかな。最後の絵と おのところがあれは目次的にっていう話だったし、そもそもだから全体を取得事項の対象にできますよね。って話だったよなっていうところで、判断できれば5番正解に行きつけたんじゃないかと思います。まあ、あの結果としてはそうなんだけど、でね、えー、まあまあ正答率も結果的には良かったんですけど。 うんうん、やはり試験現場ではこの類のものは今まで見たことない出題形式だとか文章が長いとかってことを考えるともう瞬時に飛ばすっていう判断をしてもよかった問題かなとは思いますね。はい、それから問題の25と26もこれもえとま論」に関わる問題ということになりますか。まあ、今回のの場合はは問題の25番は えと無料成績診断に出してくださった方でできてない人がほとんどいないというそういうい問題になります問題の25番、正答率見ていただいても分かるかと思いますがもう9割近い正答率ということになりますので非常によくできてた問題です。というのも、あといわ、いはこれは品質判例ですね。あははめ町のおこれは 新しくマンション作るんだけどもともと給水がアップアップなので、えー、一生懸命今工夫はしてるけどアップアップだからだからそこで一気に大量の水を使うようなマンションとの契約を結ぶというのは。 これはその給水の状態が崩壊する危険性があるのでこういう時は断っていいんだってことを認めた判例ですよねですのでカタカナアはもちろんこれは正しいということになるでしょうしカタカナのいのところ今度はこれ武蔵野市のマンションの話ですまあ,あもちろん正しいわね寄付金の納付を求めることは どこまで政府でどこからアウトかってそこの判例は政府ラインとアウトになるところのその線引きが大事なんだって話をよくしていたものですねあの政府なのは寄付金を求めるって形で任意にお金を払わせるのであればマンション建設業者からお金を払わせても問題はなかったはずですそれが水道を通さないぞ強制するぞっていうところにつながってきちゃうと もはや行政指導ではなくなるので結果的に違法性が見出せることになるんだというそういうお話なんですねカタカナイ正しいですねカタカナウもこれも割とよく説明するような判例の一つです同じ武蔵野市のマンションのお話なんですけれど まあ、後で解説のところに少し長めに判決文引用されてますから、あ読んでおいていただくといいでしょう。あの、同じ武蔵野市のマンションの給水拒否の話で、別の業者さんとの間でトラブルになって、この武蔵野市長が水道法違反で起訴されたっていう、そういう刑事裁判なんですね。あの水道契約自体は、正当な理由がなければ拒んではいけないっていうルールがあります。その正当な理由というものが今回。 ですねえー、あるのかないのかってところが争われたというそういう判例です。だからの下線がついてるところを見ると給水契約の締結を拒む正当な理由がなかったとっいう言い方をしていますね。ね中身は一緒なのよ 結局言うこと聞かないなら、まあ、あのマンションの水道を通さないぞっていうことで言うことを聞かせようとしたって話なんですが、まあ、そういう言うこと聞かないからマンションの水道契約をしないということ自体はやはりそれはあ給水契約の締結を拒む正当な理由には当たりません。だから武蔵野市長に罰金だったいっいうそういうそ判例なんです相馬ですは 来年受ける方に対してはこれはちゃんと改めてご自分のテキストなどで確認しておく必要のある判例じゃないかな絵は別にいいかなと思いますけど一回あ,の、まあ、あれだったら解説読んどいてもらえれば別に構いません今回問題解くために絵の判断は全く影響しないし、まあ、そんなに有名な判例でもないと言っちゃえばそこまでですからああいうまでがやはりしっかり判断できるってことがこの問題は大事だったのかなと思います。 はい、問題26はこれはまあしょうがないね、えー、できなくても仕方がないですこちらのところにも書いておきましたが合否には影響しない問題だと思いますできなくても何の問題もありませんただ、えっと、今後のことを考えるとまず「あ」は分かってないといけないです。「あ」のこの部分はすごく有名な引っ掛けのポイントで使われるエホバの証人剣道受講拒否事件の大事な一節になりますので「あ」は分かってないといけないですね。 あの校長先生と同じ立場に立ってつまり処分権者と同じ立場に立って裁判官の私だったらこういう処分を出す校長先生は違う処分を出したそこを比べて違法性があるかどうか見ていこうってそういう話ではないですからあくまで裁量権の逸脱乱用があったかどうかっていうのを客観的な立場から評価する。 でそこはあのいわゆる実態的審査結論がおかしくないかとか判断過程審査でえ判断のプロセスにおかしな点がないかどうかをしっかり見るんだっていう話だったはずですだから必ずこの判例の話をするときには校長先生と同じ立場に立って判断してはいけないんだっていうことを前提にじゃあどうするのってなっていわゆる行政裁量の話に流していくんだよ そんな説明をすする判例だったりはします、まあ、公務員の試験なんかでもよく出てくる、まあ、この判例で引っ掛けるってなったらカタカナ・アのパターンはもうこれは典型的な引っ掛けのパターンになるんだということはちょっと改めてね確認はしておきましょうカカタカナアは論ずべきであるってこれは罰なのよそれからあとはカタカナ・エはなぜか部分社会の話がまた出てますね。なんか今回ののの試験のあの1つの 特徴というのはなんか試験員の方がね好き勝手に問題を作って持ち寄ったってそういう感じがあの例年よりも大きく出てるような気がしますだからいろんなところに似たような話が何回も何回も出てくるような感じでいまいち整理されてないまんま問題としてボーンと出されたというのがまあプラスに働いた部分もあればマイナスに働いちゃった部分もあるのかなっていうところはありますね。あ,のあとはははししっかかりこれのの判断ができるよううにしておくっていうのは大事かな、まあ意図を うはまあいいですけど、あと絵がやっぱり重要だということを触れておきましょうか。はい、えー、総論はそんな感じです。まあやっぱり全体的には難しいっちゃ難しいかもしれませんね。はい、手続き法です。 えっと、手続き法、まあ、これも純粋な条文知識問題なので一個一個です、ね、ここがって言っていくことはもうしませんけれどあの問題の11番意外と正答率が悪い選択肢1で間違えた人が多い、ね、あのよく読まないといけないです。この選択肢1番は あ行政指導の中止等の求めだから手続き法の36条の2の方を取り上げてるものです。記述の問題は3の方を取り上げてましたけどこっちは2の方を取り上げてるの,行政指導等の中止。行政指導の中止等の求めはどう考えたって行政指導を受けた人が言うべきであって誰もが言うべきものではないはずなんです。 あの処分等の求めであの処分出すべきもの出してないから出してくださいって言ってったり行政指導してないからしてくださいって言ってくっていうあの記述の方の問題は気づいた人が誰でもいいよっていうスタンスで36条の3っていうのはあ作られていますけれどあのこちらはそういうような類の話ではなかったはずなんですよ。あ,のあくまで、えー、行政指導を受けた人ということになるんでしょうね。ちょっと条文移してみよようかここですよ 36条の2っていうのが行政指導の中止等の求めってことになりますがあの法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方はって書いてあるのであの当たり前だけど行政指導私に対する行政指導をやめなさいよって言っていくのは言われた人だけが言っていけばいいでしょ。何人もじゃないですよこれあのやっぱり あの試験問題の作り方としてうんと頭とお尻に引っ掛けがあるのは、ね、比較的気づきやすいんですよ真ん中に引っ掛けがあると落としやすいって話をよくするんだけどもその典型的なパターンですね最後まで何が引っ掛けパターンなのか分かってなかったっていう方も結構多いんじゃないかと思います。ここで間違えちゃうと4番番に行行きつけなななないのののかか他はまあ基本的なあまあ選択肢2番なんか行政指導の定義の 問題だったりもするし基本知識を聞いているものということではあるんだと思うんですけどねそれから問題の1213この辺りは外しちゃダメ問題1213はちゃんとこれはあ,ありがとうって言って正解してこないといけないタイプの問題ですのでここはやはりもうシンプルな条文知識問題で特に何か難しい話をしているというものでもない組み合わせですし。 とということになりますかあの問題13の「う」なんか処分基準の話でこれ多種選択に出ているものが、まあ、そのまんま択一でも出てるっていうようななんかちょっと謎の出題ですねこれ見たら多種選択の方のヒントになってしまうようなタイプの選択肢が、まあ、中に含まれてました、はい。それからでは先へ行って今度は不服審査法ですか。 はい今回不服審査法に関しては問題の1415できちんと正解ができたかどうかなんでしょうね。あのー、問題の14番採決決定不服審査法の終了の場面としてよく試験に出るところです。そして カカタカナイあたりやはり再調査の請求に対する順用関係とか、まあ、あ再審査請求の話も聞かれていますけれど再調査の請求に対する順用関係は特に重要だよねっていうところが「カタカナい」などでやはり今回も問われてきたということになるんでしょうね。はまあ「う」はこれは間違えちゃいけない問題でしょう。カカタカナエもそうかな事情 採決はあるけど事情決定はないっていうのはこれ有名な話だったりはしますから絵が罰だとかさあと「王」を読み落としてる人が結構多いのねなんかあの撤廃しこれを変更するってところを見るといやいやねこれはあの,あの例の例のあれですかと例のあのメずズルってやつですか。 みたいな話になった人は結構多かったみたいで、o、を間違えちゃって結局答えが出てないって方は多かったようですこれ1行目で処分庁である審査庁って書いてあるので命じなくていいよね自分でやればいいもんってそういう話になってくるってところをしっかり読めたかどうかあの文章が長いだけにきちんと文章 全体を読んで、ポイントを押さえて、ピンポイントで、判断ができたかどうかというのは、とっても大事ってことになってくるんでしょうね。まあ、問題十五番は、それに対しては、まあ、まあ、まあ、楽な問題かな。あの、口頭意見陳述のところが、誰が申し立てできるのかっていうのは、これは。分かってないといけない知識だったと思います。だから、四番正解っていうのも。やはり、しっかり、判断がね、誤ってるっていうのは、判断ついてもよかったのかな。 あの問題の16番はあふうひるがえってこれは難しいですね、えー、正答率が低いというのがありますので問題の16番はできなくても仕方がなかったかもしれませんただあの問題16の選択肢1はこれはやはり不服審査法の問題を出す時の一つのパターンなんですよ。 なんか正解になりそうな内容を不服審査法の話として出してくるっていう。 そういういパターンですあの普段授業を受けたことある方はよくそこでお話ししてたものの一つですあの「不服審査法ではなくこれ手続き法の話だよね」っていうところでそれを「不服審査法」の問題として聞いてきて「うん、まる、あ、か×かを聞いてくる×罰に決まってるんですよ」っていう話になるのがこの選択肢一番地方公共団体が主体になるから適用が外れるとかどうのこうのって話が出てきたりこういう努力義務がみたいな話が出てくるのはこれはあの手続き法のね46条の条 条文だったらまあまあいいのかもしれませんけれど、不服審査法にこんな規定はないもんっていうところがきちんとジャッジできたかなっていうのは実は結構大事です。実は選択肢5番の正解誌より一番正しいってした人が多いの。あの43%の人が一番を正しいってしてるんですよ。 で、5番を正しいってした人はそれより少ない。パーセンテージになっているって言うのは、これはやはりちょっと気をつけておいた方がいいのかなって。まあ、今度またね。受けるというような状態の方は気をつけておいた方がいいのかなとは思います。あの1つの典型的な引っ掛けのパターンにえハ、ー、マったっていうそういう状態なんだと思ってください。はい、事件訴訟法です。あの事件訴訟法は普通。 事件訴訟法は普通です171819出てましたが普通っていうそういう問題ですねあの今までのところから比べればまあ問題17なんか練習問題みたいなもんですこれは。問題17の執行停止の話は正解の5番処分の効力の停止は処分の執行の停止手続きの続行の停止で何とかなるときはできませんってもう。 超典型品質選択肢っていうそういう話になるし1番から4番もまあねえ何だろう本当に練習問題って感じの問題のレベルですだから確実に正解したいそういう流れになるんでしょう問題18番やや聞き方が意地悪だったけどやはりくぐり抜けて正解できてほしかったな選択肢3番であの審査請求の採決をした行政庁が国または公共団体に所属するんでしょ だったら取り消し訴訟になったら国や公共団体が被告になるわねっていうところをしっかり読み取れてれば3番正解ってこれは持って帰ってこれたはずです、あのー、73%っていう正答率が出てるところから見ても、まあ、気づいた人は多かったんだろうっていうそういうお話になるのかなそれから問題19番、えー、広告訴訟に関する問題ですがまあねあのいわゆる えと職権5なんていう言い方で、えー、直前期お話をよくしてたものの一つですねあ行政事件訴訟法の中で裁判所の職権でできるもの試験に大事なのは5つあるんだという話をしててあのいわゆる13条のお関連請求の併合とかあそれから22条の第三者の訴訟参加あそしてこの23条の行政庁の訴訟参加とあと 23条の2の釈明処分の督促と。 24条の職権証拠を調べってね13222323条の13 224 22条っていうのが5個職権5っていう言い方で、えー、裁判所が権限でやっていいことそれ以外は裁判所が職権でって言ったら全部罰だっていうそういうような言い方をしてきたもう典型的な出題だったので一番正解選べてほしいなっていうのが大きいです。まあ、正答率も高いののののでやははりりこあた外しちゃうと、まあ、全体のその 正解数の保守感情が非常に厳しくなるっていうタイプの問題ではなかったかなと思います。はい、そして問題の20番番番ですね、まあ、あの20番は解くレベルで見たらそんなに難しい問題ではないんじゃないんですけどただ正答率が3割切ってるところを見ると合否、うん、には全く影響はしない。 えこれはもううういいいやっっってそういう問題になっちゃったと思いますカタカナイで都市計画制限というのが特定できれば受人限度か賠償請求権の成否で1と5に絞れますのでその段階で答えはある程度出せるんじゃないかなっていうふうにあの考えてたんですけどとにかく正答率が極めて低いので、まあ、これはできた、できないはどっちでもいいんだろうということになるんでしょう。あの一方21番ははこれは間違えちゃダメね 21番だって通常有すべき安全性、あのー、2, 2条の下支というのは通常有すべき安全性を言うんだあそれからそれが認められたら国や公共団体過失は考えなくていいんですね過失は考えなくていいだけどあの無過失責任だけど結果責任じゃない回避可能性がある場合はあまあまあその時は多いけど回避可能性がなかったらそれは免責してあげるんだとこういう話になってたんだよねってそれが分かってれば もしくは道路なんかは予算措置に混却するということがあってもだからどうしたって話になるんだよなっていう道路はゼロから施設を作ってさあ安全な道路どうぞ通ってくださいっていうそういう行政側から私たちに向けての一つの働きになりますからあ予算が足りないから安全性が確保できませんでしたなんていうのは言い訳になるわけがないってこれ4つとも確実に考えて答えが特定できる状態でないと いけないっていうそういうタイプの問題だと思います。まあ政党率もすごい高いですからね、えー。確実にこれは取りたい問題なんでしょう。さて二十二番ですけれど、二十二から二十四がうん自治法ですね。今回難しかったです。えー、やや難しいとしときましたが、あのー、外してはいけないのは二十三番だけ。 23番だけですあの,23番のところは公の施設のの話です公の施設は条例だってこの1点突破で答えは出ます答えは出ますので公の施設は条例だっていうそういうタイプの問題が、まあ、今年も出てきたよっていうそういう話ですねこれは確実に取ってほしいし正答率見てもあの多くの方が正解できてますので、えー、まあまあ外すわけにはいかなかったんだろうな。 一方で22と24なんですが、うん、ややあんまりこう、ね、勉強してないかっというところから出てきちゃったといえばそこまでです特に24の方は、うん、あまりちゃんと勉強してなかったというかあんまりこんなところを見てなかったという方も少なくないんじゃないかななぜか正答率はそこまで下がってないんだけど問題としては24は難しかったのではないかと思います。うんまあ、この中で、 ね、最低限知ってればいいかなっていうのは24の選択肢2であの議員さんとそれからいわゆる指揮権を有するるって人から監査員は選ばれるんだただ最近の改正で、えー、条例で決めれば議員さんから監査委員に選ぶということはやめてもいいですよなんていう法改正があったっていう。 あの話に絡んでくるところなのでまあ選択肢2番原則としては議員さん議員を監査委員にしないって条例の規定を置かない限りはなれますので2番は罰なんでしょう。それから3番のところでこれは選ばれ方の問題だからあのね監査委員を選任するときは議会の同意が必要で長が選任するんだっていうのもこれもまたとても大事な話。あの直接請求のところで 今回出なかったけど直接請求の役員の解職請求って言われるような話をするときになぜ役員の解職請求は、まあ、有権者の3分の1以上の署名を集めたら町にその署名を出して議会を開いてもらって議会の議決でクビにするかどうかを決めるのか監査委員はその一人なんですよターゲットになる一人なんですけど専任に議会が絡んでるからっていう言い方で説明するときに出てくるものの一つなんですね。だから 2と3は分かってもよかったけどそれでは答えが出ないのでもうやっぱり難しい問題だったんだろうな2と3のどっちかが正解詞だったらねできなきゃいけないって言ってもいいような,かな話なんだけど、まあ、両方×だってことで正しい選択肢はまだあそれでは特定できないですからなかなか厳しい問題だったんだと思います。22番は うん普段そのなん、だろうお、まあね、いろんな今日いろんな形で勉強されている方がご覧になっているだろうからあれなんだけれどあの通常の例えばあレックの合格講座などだとある程度説明はしているけどそれが耳に残ってたかどうかなんでしょうねと思います。あの例えばあ一番のところなんかかかは引っかかりやすいですね。ね議長が招集できるるっって言って言けど まず議長は第一段階これは招集請求をすするっていう立場なんですねでその招集請求してそれに長が招集をしなければならない状態になるけどそれで招集しなかったら議長は自ら招集できるって話になるんだってステップを踏むような話になってたんですだからいきなり招集することができるだと罰になっちゃうのよ。まずは招集請求をかける あの議員定数の4分の1以上のものからの請求かもしくは議長さんは議会運営委員会の議決を経た上での招集請求かどっちかで招集請求はかけていくんだ招集請求をかけられて長は本当は招集しなきゃいけなくなるんですよ臨時会の招集をしなきゃいけなくなるんだけどその臨時会の招集をなぜかしない ってことになったらじゃあ議長が請求した場合は議長さんが招集を自らかけることもできるし議員さんからの請求の場合議長は招集しなければならないしっていう話があったんだっていうのを覚えてた人は、うん、あれだけど一番は引っかかりやすいかもね。 2番はあの臨時会の招集請求は今言ったように4分の1以上、まあ、まあ例によって数字は聞いてこないというのはねあのそれは今年も継続されてましたね4分の1を法定数以上というふうにぼやかしてくるというのは最近の自治法のやっぱり問題の作り方の典型例なんでしょうね。それから4番は これもそうそう8分の1以上なのか12分の1以上なのか数字覚えてたかどうかあれですけど昔は8分の1以上で今は12分の1以上でねあの一応自分以外に賛成してくれる議員さんがほかにいないと出せないんですよ条例案とかは。っていう話だから一人で出すっていうのは無理なんですね。これはあのー ももとと自治法ができた頃は一人で出せたんですです一人出せるって話にしたら、うん、ろくでもない条例案がいっぱい出てきちゃってどう見てもあの次自分が選挙に当選するために この条例案を出してるんじゃないかって、お土産条例案って言うんですけど。有権者へのお土産条例案がいっぱい出てきちゃって、これはあかんわっていうので。八分の一以上って規制をかけたんです。要は、自分以外に、議員定数の八分の一以上の人の賛成を。一緒につけてこいと、いうことを要求したら、全く出なくなっちゃったんですよ。出なくなっちゃったんで、十二分の一以上って緩めましょうって話にして。現在十二分の一以上の賛成があれば、まあ、とりあえず、出せますよって状態にしたんだよ、なんていう。 ということを、ねえー、知ってた方は4番はは番だなっていうのは判断できたかもしれま,せんまあまあ,あ124はこれはあ知っててもいいかなあとまあ世界史の3番もそうだけどねあ正,答正答率が4割切っちゃってるのであんまり合否には影響しなかったかもしれませんが一応説明するとそんな感じです5番なんかは知らなくてもいいんじゃないか5番は別に選択肢5番は「へえ」と思ってもらえればそれでいいですよ。 択、はいえーまあ、一はそこまでだねあと多子選択か多子選択もついでに見ちゃいましょうか42、えー、番43番ですね42番は全部埋まってねこれはねあ,のー、あいうえ えーとこれ、まあ、あー無料成績診断のあれは多分空欄ごとに出てるんじゃないかな42番ねそうですねあのできてない人を探す方が難しいっていうぐらいほとんどできてる状態なのでやっぱりこれはあの間違えてはいけなかったでしょうねだからやっぱりあの多種選択って3台で最低9つ埋めるっていうようなあ設計図のもとでえー 戦うべきだということは試験直前期にも、ね、よく言ってきたんですけれどもう本当にその典型でしょう41番が難しくても42番で全部取ってきて43番もなるべく3つぐらい埋まれば合計で9つぐらいにはなるよねっていうような設計図で戦ってもらって十分だったんじゃないかなあそんな話です。ど、まあ、どの空欄がううこっって話はないですねやっぱりあの努力義務か 法的義務化のところは行政手続き法は最もよく問われる部分でそれは審査基準処分基準の比較であるとかまあそこに行政指導指針まで入れてもいいかもしれませんその辺りの比較のネタというのはよく出ますね。あともう一つはあの理由の提示って言われる えー、8条と14条の比較みたいなものとか、やはり似たようなものを比べてその違いを聞いてくるっていうタイプの問題はとてもよく出るということになりますか？あ、43番、えー、訴訟類型です。まあよくできてますね。あのカタカナ e はしょうがないです。これはカタカナ。e はもう知らなくてもいいような話です。まあ、そうなんだでいいです。 まあこれ埋まった方は素晴らしいいっていう、まあ、たまたまその5軍の中の関係性でこれかなっていうのが選べた人もいらっしゃるのかもしれないけど知らなくても別にいいですただカタカナアが「あ、えーね」が広告訴訟なんちゃら訴訟民衆訴訟機関訴訟というふうに言われたらまあ当事者訴訟だよねというのはもうこれは寝てても出てこないといけないっていうそういうタイプのこれは空欄だってことになるでしょ。それからさらさにはカタカタナウうん 争点訴訟だよねっていうのもこれもやはりしっかり判断がつかないといけないですね司法上の法律関係に関する訴えだだから民事訴訟なんだぞっていうところでただその論点の一つに処分の無有効無効を判断しなければいけないというものが上がってくる場合はそれが争点になってるよねっていうので争点訴訟だという言い方をしていきましたあの土地収用採決 のところでのまあまあ争いをしていく。この土地が誰のものかってことを争っていきたい。というような時には、あ,まあこの争点訴訟っていうのを使うんだ。なんていうので、よく紹介しているものですね。カタカナ絵はね。あの住民監査請求だというのは？ まあまあ、あの、わかりそうな感じの話というか。なんでこれ空欄にしたんだろうっていうような感じの空欄ですから。まあ、ある意味サービス問題みたいなところがあったかもしれません。あの、行政法は、ですから、やはり。両方とも、非常に優しい問題で。どちらも、やっぱり出発点のところの知識をきちっと身につけてるかっていうところが。問われてますね。行政事件訴訟法と言ったら、訴訟類型がまずちゃんと頭の中に入ってて。その中の、どこの話をしているのかが、きちんと自分の中で整理できているかどうか。 かっってていうのが大事なんだってそこを聞いてきてる問題だっていうふうに考えていただいたらいいしまあ手続き法だったらその目的条文であるとかそれからやはり処分のところの内容がしっかり身についてるかどうかっていうのが問われた問題だそういうふうに言っていいものでしょうね。はいえー、というので42番43番番はまあそんな感じですさて、えー、行政法つながりで記述も見ちゃいますか44番ですね。 うんもっとできててもいいかなとは思ったんだけどあの出来はあんまりくくなないいいででです冒頭でも言いましたように良くないです、まあ今回の問題問題文の5行目の終わりで行政手続き法によればと書いてあるんだけれどなぜか不作為の違法確認訴訟とかね、えー、義務づけの訴えとかねうんもうね あのもう嫌われることを。 もう覚悟していますけど、行政手続法のどこに、えー、義務付けの訴えが書いてあるんだっていうそういう感じです。もうもう多分ね、ネットは大荒れですよ。多分そういう感じになりそうな気がしますけども、もういいですよ。あのどどうでもいいです。で、それはいいんだけど、とりあえずあの行政手続法のところだっていうターゲットが絞られている以上は、その中で論点を選ばないといけなかった。あの義務付けの訴えを選んだ人は、まああの間違ってはいないんですよね。方向としてはね。だって処分を義務付け いって話だからそれはあのいろんな法律の限定がなければ確かにこれはいわゆる非申請型の義務付け訴訟って形で行くのも1つの手法ではあるので、まあ、選択は間違ってはないんだけど問題文の指示には従ってないよねっていうそういう話になるというところでしょうね。まあ、不作為の違法確認訴訟を書いた人は これは不作為の違法確認訴訟のことを分かってないっていうだけの話だと思います。あれだって申請して返事が来ないことに対して使うべき訴訟だから、今回の事案では関係ないってことになるはずなので、まあ、セレクトミスだったら義務付けの訴え書いた人はまあ、これはミスの仕方としてはまあ悪くはないです。というような話にはなるんだとは思います。けれどまあ、処分等の求めですね。処分等の求めと言われるもの。まあ、あの今回は3行目で行政指導を繰り返すのみで。 消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令、括弧命令というと言ってるから答えの中にまなんか命令って言葉を使ってほしいということを案に訴えているような感じはしなくはないですね、そういう指示はないけどま,あまとめて命令でいいよみたいな話ですからね、することなく放置してるってことはあのね回答の中で行政指導を求めるみたいなことを書いている人、結構多かったんですけれど、それはちょっと。 ピントがずれてしまってるって言われても仕方がないでしょうもう行政指導はしてるんですからあ、してるもので今度はその命令を出してほしいと思ってるんだっていうことを問題文に えー、書いてあることに気づくのであれば処分等の求めって処分を求めたり行政指導を求めたりするじゃない両方が入ってますよね両方が入ってるけれどその中で処分の方をきちっと書くもしくは命令という方をきっちり書くっていうのはこれはやはり大事だったんじゃないかなと思いますね。結構回答のの中で行政指導をを求めるるっってていいうことを書いてる方があ少なくなくかったのは ターゲットが少しずれちゃってるなっていうのでおそらく点数はあつかないんじゃないかなっていうそんなあところが想定できますね。まあ、どのようなものがどのような行動をとることができるのかこの辺りに来るとうーんまあまあ,あのどのようなものがで、えー、これ、まあ、今回のレジュメの10ページの下のスライドですかレジュメの10ページの下のスライドのところで前に映ってますが一応そこに上げてみましたけれど。 どのようなものが難避ともってところはこれはやはり1つですね外してはならないものここが先ほども言いましたように法律上の利益を有するものとか近隣の住民がとかいろんなパターンがありましたけれどあのそうやって範囲を限定してしまっていると基本的には全部罰だと思いますので。 えで厳しく採点すれば主語が違えばあとがあっててもその人がそのことはできないよねっていうこの論理のつながりがおかしくなってしまうので全体的に0点という評価を受けてもやむをえないかなっていうそういう話になるかと思います。あのどどののようなな行動を取るるここととができるかのところなんできかろんすけれど あのまあまあね、えー、そこに書いたように申し出っていう言葉であるとか書面が入ってるかどうかはちょっとなかなか入ってる人がほとんどいなかったのでどうなんだろうっていうのはありますけれどあとはこの命令をするよう求めるっていう話ですかねあのやはり命令、えー、何をしてほしいのかが明確に書いてあるとよかったかなとは思います。 うーんまあ、必要な措置っていう問題文の言葉を持ってきたような方も少なくなかったけどそれがどのくらい評価されるかは何とも言えない減、まあ、点はされる可能性があるんじゃないかなとは思ってますがやはりもっと絞り込んで、えー、やはり処分だと命令だってところを明確に伝わるように書いてほしかったっていうのが出した側の意図なのではないかなそれからどのような対応でね、あのー、もう本当に分かんなくなったんでしょうね。 えーまあ、なんか何点か挙げてほしいと思いましたけど適切な対応をするっていうそういう答えを書いてる方がいて、まあ、そうだよねと思いましたけどあのそれはそれで何も書かないよりはいいし点数もらえるかもしれないからあのそれは悪くはないんだけれどやはりここもちゃんと絞り込んだ方が良かったのかなでもちろんそれは命令をするという話になるんでしょうけれどあの必要な調査をした上で命令をするんだよねってところがしっかり 反映できていたかどうかっていうのはうーんとまあまあ必要があれば命令をするんだ命令をするっていうところだけではなくてやはり必要な調査を行うんだだから言われたら必ずやらなきゃいけないわけじゃないよねってところが伝わる内容になってるかどうかっていうのは点数をそこで加点できるかどうかっていうところの大きな違いになってくるかなとは思いますね。あの11ページの上の上ところには ま,あ今のをまとめればこんな感じになるっていうようなえ回答を1個挙げてはみましたけれどまあまああのレックの,その冊子の方の回答はね2つに分けて書いてるから1個にまとめちゃうとこんな感じかっていうようなものも入れておきました。ああとあの今回これれくままでも抽象的に答えてますけれど あのやはりこれ「Y」に対してっていう言い方を問題文の問いの内容のところでしていることを考えるともしかすると、えーまあ、中に一部いらっしゃったんですけど例えば消防法の消防法5条1項に基づいた命令をするとかあ何かもう少し具体的なことを書いている方も、まあ、少なからずいらっしゃったんですね。でそこは うーんと今回どういう回答例が出るかどうか分かりませんがそんなにあのそういうふうに書いたからこの模範回答というか予備校の回答と違うから大きく減点されるとはちょっと思えないなというのはあります。よりあの具体例に引き寄せて書いたというようなものであればあのちゃんと書くべきことが書かれていれば少しその命令のところに根拠条文のことを書いたりとかあとは回収などを行う。 要命ずるみたいな感じでより具体的にこれわざわざあ参照条文を挙げてるから参照条文の最後に回収とととかかか移転とか除去とかいいいろろ書てあるででしょで今回この問題では「非常口が設けられていない」などっていうことであれば確かに一発で「回収をしろと命ずる」って話になりそうな感じがしますね。だから命命令のところを回収を命ずる っていう言い方にしたっていう場合は、まあ、それはおそらく普通に評価されてもいいんじゃないかなとは思いますしもしかしたらそういう答えを書いてほしいっていうのがあの出した側の希望だったのかもしれませんから、あのー、改修などの命令を出すみたいな話は特に原点にはならないだろうなとは思いますそこはねそれよりはちゃんときちんと申し出をするとかあ調査をした上で改修などを命ずるって書いてあるかどうかとかその要素がしっかり入ってるかどうかの方が重要なんじゃないかなっていう そういうところですよね。で何よりも主語を間違えてないっていうところが重要だっていうのはこれはまあまあ言うまでもない話だと思ってください。はいえっ、ー、と前半のところで、えー、まずは。 広報系ですか。あ、基礎法学、憲法、行政法まで、えー、お話をしてきたということになりますね。はい、えっ、ー、と一旦ここで、えー、時間があ来てますので休憩を取ります。さすがにあの三時半までぶっ通しでやったら死んじゃうでしょ。だから一旦休憩は取ります。十分間あの休みを取ってでまあ,あだから二十分からか二時二十分からあ後半再開したいと思います。 はい、えー、では後半です。後半はまあ、民法あと商法会社法一般知識ですかね。まあ、そのあたりを見ていきたいと思います。あのー、まあまあ民法。今回は27番からあですね。問題27番からまず卓一ということになるけれどまあ、全体的には民法は例年通りやや難しめっていう。そういうような。 問題ですねもうここはあの憲法行政法と違って民法は、まあ、昨年もやはりそれなりに難しい問題が出てますし今年も難しいっていうそういう状態だと思います。あの決して楽なな問題ではないではいすだから9代の中で取れるものを4つから5つきちっと拾えたかどうかっていうのが、まあ、まあ最低ラインと。 ということになるのかななんか4つしかできなかったっていうのでちょっとねがっかりしてる方も結構いらっしゃるんですけれどまあ、4つ5つできてれば、まあ、とりあえず最低限拾わなきゃいけない問題はきちんと拾えてるっていうそういうようなあ評価にむしろなるのかなと思いますそれが6問7問できてる人は非常に良かったっていうそういう話になるんだろうというところですねああのー、まあ、できるできないで言ったら27、28あたりはまあ、そういう意味では 拾ってきてきほしい問題になるのかな問題の27番、まあ、時効の援用を聞いてきた問題ですね今回あの民法の問題の一つの特色としてはあの妥当でないものを選びなさいという問題があの9問中7問を占めるという状態でまあまあそのたりで組み合わせ問題だとね、えー、逆を選んじゃった人がもしかしたらいなくはないかもしれないちょっとそれは心配。 です心配なところではあるんだけれど問題の27番あのただ内容としては非常にこれはあ優しい問題だと言ってもいいかもしれません。あのまあ、時効の援用というのはカタカナに書いてある通りですよね。 えーまあ、少なくとも時効期間が満了しただけでは何もならない援用してくれないとその効果っていうのはあ当然生じないということになるわけで,でそれは起算点に戻って生ずるみたいな言い方をしていくことになりますよね結果「あ」は絶対正しいだろうなだから1番2番は絶対ないですよねその段階でそれから「い」意がわからないとかっていう状況になったとしても例えばカタカナの絵は「え」はこれは「 抵当権や保証のところに絡めてしっかり判断がつかないといけない選択肢だろうと思います誰が援用できるんだというのは保証人や連帯保証人が援用できるってこれはもう絶対分かってないといけない知識でしょそれからあもう一つの物上保証人や抵当不動産の第三取得者もやはり抵当権の消滅っていうところで、えー、消滅事項との絡みでこれはやはりきちっと分かってなければいけないテーマだって話になってくるもちろんこれ後半が罰ね え物上保証人や低等不動産の第三取得者は援用できませんというのはこれは誤りりだってことこになります実は「あ」と「が分かればもう「あ」が正しいのが分かってたら1番2番消えるじゃない。 絵が入っているのは5しかないんですよだから A が,た、A、が誤りだってことが分かればこの段階で5番が正解だっていうのは答え出す分にはそんなに苦労はせずに、えー、行き着けるんじゃないかなだから組み合わせ問題の場合は判断ついたら必ず下の選択肢を消していきながらあ絞り込んでいけばあ最終的に他分かんなくても答えはとりあえず出せるっていうそういう状況に行き着けるその典型的な問題だというふうに言っていいと思います。まあ、あの意図か 右のあたりも、まあ、もちろん、ね、知識できちっと判断できればよかったでしょうけれど、まあ、少なくとも「あと」「え」がしっかりわかるというのはこれはあこの問題においては重要だったんでしょう,うん7割ぐらい71%だからできてほしい問題の一つということになるんでしょうね。はい、28番,28番です えーと28番これはすごいできてますね8割超えの正答ということになるので、まあ、S ランク問題というような感じでこちらでも設定してありますまあ標準だということになっているんだけれどあの少なくともね選択肢3番知らなくても1245が正しいことは分かってほしい1245が正しいことが分かれば消去法で3番ってなるから。 だからそこはあの三番が分かったかどうかよりは一二四五がちゃんと正しいって判断できたかどうかの方が問題特にあたっては大事だったんだろうなと思います。だって一番はねあの代理行為の問題があった場合どう評価するのかというところでもちろん相手方はこれは取り消すことはできるって話になるというのはあもう基本知識と言っていいでしょうし二、えー、番五番は無権代理行為の話だもんね。 あの本人に対してどうするのって催告して返事が来なかったらどういう扱いになりますかうん、追認を拒絶したものとみなされるんだっていうのは2番はこれはもう基本中の基本みたいな選択肢でしょそれから選択肢5番のところも取り消しとそれから本人の追認の関係というのは過去卓一でも何度か出てるものですよね本人が追認していない間は相手方から取り消しができるんだっていう話ですよ でその本人の追認は無権代理人にもし向けられた場合は相手方がそのことを知らなければ追認してないってことにして取り消しをしていいんだなんていうのはこの一歩先みたいな知識としてそこまで知ってた方もいらっしゃるんじゃないかとは思いますけれど少なくとも両者で比べたら早い者勝ちですからだから5番が正解だっていう話になるのはこれはある意味、えー、しっかり判断ついてほしいところです。 それから副代理人は代理人の代理人ではないですから本人の代理人だああ4番も正しいわねってことになるんで3番分かなくても答えはなんとか出せるんじゃないかなっていうそういう問題です。ここ拾えないとちょっと民法の正解数が3問以下っていうようなまずい状態になっていく危険性があったということなんだと思います。あのちなみに選択肢3番はまあまあこれも割と有名な判例ではあるんですね。 あのー、これ、110条とよく似てる状態ではあるんだけれど要は、代理人だって言ってないのよ本人だって言っちゃってるっていうような話なので110条を直接適用はでできないんですよ相手方の信頼が代理権に関するものではないから。 ね、あくまでもこの人が本人なんだと思って取引しちゃったっていうところで実は代理人だったっていうそういうお話になってくるので110条の累積適用って形で、まあ、同じようにあの本人への効果貴族を認めていくっていう、まあ、比較的古めの判例ですけれどまあまあこれも知ってた方もいらっしゃるかもしれませんただ知らなくても答えは出るからねあの確実に正解したいっていうそういうタイプの問題です。 はい、そして29番比較的できてる、まあ、60%ちょっとの正解率だから一応 A ランクですがただ問題の評価としてはやや難しいというそういうようなランクになっております。 うんどうだろうなと思うけど例えばこれ27番ね、えー、ああ時効の援用でこのネタだったら、まあ、一応やってもいいかな組み合わせだったらっていうのでちょっとやってみてで28番代理だし、まあ、それもやってみて29番いった時に2930見開きでしょお事例型の問題ですね先にいくとまた事例型ではないような問題が何問も続くことになります。 あのもし試験場にいて私がこの問題解くんだったら2930は多分ね飛ばしたと思う飛ばして、えー、31とか32とかそっちの方先にやって片付けてから戻ってくるっていうようなあ形を取ったかな、あのーまあ、まあ試験前にも言ったけど1ページ丸々使っているような問題は無条件で飛ばすっていう典型的なこれは問題に当たると思います難易度の問題じゃなくてね ちょっと処理に時間がかかりそうなものは先送りにしてもっと簡単に判断つきそうなものを先に片付けてから戻ってくるというような手段を取ってもいいタイプの問題だと思います。あの思ったほど正当率は低くなかったので、まあ、そういう意味ではあのよくできてたんだとは思いますけどねあの問題の29番ね、ね、えー、動産物件変動です。だから対対抗抗要要件件はは引引渡渡ししですねそれが あ現実の引き渡しなのか簡易の引き渡しなのかあ占有改定なのか指図による占有移転なのかは別にして引き渡しがなされてなかったら「そうです私が所有者です」とは言えないよっていうそういうような状況になるんだあとは対抗関係の問題だあそういうふうに考えると選択肢一番はまさにねこれはまあまあ事例型ですから。 図でも書いてみますか説明をするという意味で、えー、図を書いてお話ししてもいいかなと思いますけれどあの A さんが自己所有の高機械を B に譲渡したって話をしてますから A さんが B さんに機械を譲渡したんだよねっていう話ですね。えー、機械を譲渡しましまた あそれで引き渡しをしないうちに A の債権者の C さんがいてえその人が A の債権者の C さんがいてその人がはい差し押さえてきましたよって,っていう状態ですね。 引き渡しはしてないからまあ、例えば機械はまだこっちにあるみたいな状況なんでしょうねあの不動産でもそうだけど差し押さえと所有権の移転というのは所有権移転した新しい新所有者の対抗要件を備えたタイミングと差し押さえのタイミングの早い方が勝つってそういう話になりますこれ行政法の判例にもそういうのあるしまだからそっちで学んでるという方の方が多いかもしれないけれどまあ、そうなるはね今回引き渡してないんでしょ ってことはこれはまあ C さんのお差し押さえの方が優先しますね。あの私が買ったんだって B が言ったって対抗要件がない以上は差し押さえの方が優先しちゃうってことになるから B さんからのこういった主張はできませんその通りっていうそういう話になるんだよね。あの似たような感じが選択肢2番もそうなんですよ。今回選択肢2番もまあずいぶん長い文章でしょう。だからこういうのはやっぱりね。 あの選択肢の1行が行選択肢一個の問題が3行4行にわたる事例問題で1ページ使ってるやつはやっぱりあの試験上ではまあまあ今更言ってもっていう話はあるかもしれないけれどやっちゃダメよこういうのはあの飛ばさないと飛ばさないと駄目です。ためにねえと5時から え6時半ぐらいで全部の問題の答え出さなきゃいけないのでそれでもう話しかけるなって言いながらずっとやってるんですよその10回の受付でずっとやってるんですけどやっぱり民法を見た時に2930は答え出す時に。 やっぱり先送りして先に短いものから答え出していってからゆっくりこっちを見るっていうようなことをやってますのでまあそういうタイプの問題なのかなまあ中身はそんな難しくはないんですけどね実際は D が E に機械を賃貸してるとまあ一応説明のために図を書いておきますけど D が E に機械を賃貸してます。 で機械を賃貸していて、そしてえっ、ー、とオーナーさんが変わっているとういうような話です。まあもちろん機械自体は E さんが使ってるんでしょうね。でオーナーさんが途中で変わりました F さんに変わりましたで機械は E の元に行っちゃってますから。 引き渡すって言っても現実の引き渡しとかそういうの無理だからまあ結局は指図による占有移転とかそういう形を取らなきゃいけないんでしょうけれどこの問題指図による占有移転してないんですね。してないってことはこれはイ、e、ンさんに対して F が私が所有者なんんでですよとととといいうここを言っててくことははままだタイミングとしてはできませんねあのやはりこう賃貸人の変更みたいな話ですから。 例えば賃料を請求するにしても何にしてもこの人が所有者なんだってことが対抗要件備わってないと借りてる側からすれば本当にこの人に払っていいのかどうかっていうのはわからないって話になるじゃない不動産だったらこれ登記がなければだめですよねこの F さんは。それと同じように考えるとこれ、動産なので対抗要件としての引き渡しをまだ F が受けてない以上は E にいくら何を言っても E は応ずる必要はないですよ。 ってことになっちゃうから、選択肢2番はこれは応じなければならないは罰になりますね。バツになります。これが正解なんです。だから、これ気づいた人が結構いらっしゃったんじゃないかなと思います。あ、早い段階の選択肢だし、1番2番で出てきてますからで。それで指図による占有移転をしてないってことはで、やっぱりこれ図を書いて考えた方が。 とくんだったら図をちゃんと書いて今ぶきどうさんがどこにあって F はどういう人なのかっていうのをしっかり見極めるというのはとても大事だったんじゃないかなまあ六十二パーセントの正答率だからまあやはりできて良かった問題だとは思いますけどねっていうそういう話なんですねまあ選択肢三番まあまあ選択肢三番これは H は預かってるだけの人ですから。 預かってるだけの人は、まあ、対抗要件うんぬんというようなところのいわゆるですね第三者というものには当たりませんので。 だから選択肢3番は、まあ、これは正ししいって話になるんでしょうただ単に預かってる人ということであるとするとお一時保管するような立場でしかないということであれば G から I への所有権の移転に対して引き渡しがないからということで文句を言える立場にはいないってことになるはずなので結果的に選択肢3番はこれは正しいって話になると思います。 あ4番5番は譲渡担保まで勉強していたかどうかというところによるのかなこれはねだからあのもう1番2番3番で決着がつかないとちょっと厳しい問題だったかもしれません。あの選択肢4番5番ともに正しい内容にはなりますね。 まあちょっと上等担保を勉強してるかどうかが人によっていろいろあると思うので、えー、これらは正しいという話だけにとどめておきますけど、あのー、まあまあ動産を担保にお金を借りるんだなんていう場合やはり選択肢4番みたいなことが認められないと。 こあんまりこの譲渡担保っていうものを動産について認める意味はないじゃないんですよね工場の機械を担保に入れて工場の創業資金を借りましたまあ、運転資金を借りましたあの機械そのものが専有改定ではなく具体的に相手に引き渡さなければいけないとかって話にされてしまったら工場で 業務を行うことができなくなっちゃいますからいいくら工場のの運転資金借りてもも何の意味もないんですよだから、専用改定なり使用貸借なりで改めて機械はお金借りた側のもとに置いといてそれを使って稼いで稼いだお金でお金を払うと。 だから所有権は暫定的に向こうに行ってるけれどそれは担保の目的で所有権が相手に移転してるだけで,でそれをお金返したら完全に所有権は返してもらえるお金返せなかったら逆に向こうのものに正式になるっていうそういうイメージのお話なんですよねだから選択肢4番みたいなものが認められないとこれは実際は意味がないですね。 あの実際受験生の中で「譲渡担保」知らなかったけど読んで「これじゃあこれ認めなかったら意味ないよね」って思ったから「これは正しいと思いました」って言ってた方があの面接の時にいらっしゃったんですよ。面接の時にいらっしゃったんですよ。譲渡担保なんて勉強したこともないしそんな言葉もう正直初めて聞いたぐらいのレベルだったらしいんですけれどただ読んでった時に「ああなんかこれだったらいいのかなと思って丸にしました」ってそれは確かに感覚としては間違ってないです。それれから選択肢5番みたたいいなやつはこれはここ説明を聞いたこと がある方はいらっしゃるかなけすの,の中の魚とかがね大量にハマチとか鯛とかぶりとかいるっていうようなあの魚の養殖業者さんがその運転資金を借りるためにそのいけすの中の魚を全部担保に入れてお金を借りるこれ譲渡担保って形でいけすはお金借りた側のところで魚管理して普通に営業を行ってそこで儲けたお金でお金を返すとなったら。 ハマチのメンバーは入れれ替わるここととを認めなないいは意味がないでしょハマチのメンバーは絶対固定ですって言われたらあの魚売れなくなっちゃうからそうであるとするとそこは創業してお金を稼いで返すってことができなくなっちゃいますよね。 ってこととを考えると選択肢5番は集合物としての同一性が損なわれない限りはメンバーが入れ替わっても全部にその担保に入ってるぞって効力は及んできてそしてメンバーが入れ替わることを当然の前提にこれは担保に入れたんだ集合動産上等担保っていうんですけどそういった制度なんですよ。 なのであの4番、5番のところは、まあ、まあこれはあの今回知らなかったという人は別にいいですけれど、まあ、そういう制度なんだよということは今、あイメージだけでも分かっていただけたらいいんじゃないかなというところですねそそうそうプレミアム合格塾とかにいた人は説明しているプレミアム合格塾にいた人には説明しているだプレミアム合格塾にいたという人でこんなの聞いたことがないというのはそれは許さないそれは許さないです。 ただあの合格講座とかだと説明はしてません。だからそこもできなくてもやむを得ないって話にはなるんだと思います。はい、えー、問題の三十番です。問題の三十番こちらにきますと、えー、難しいかな。これは正答率は意外に良かったんですが、三十、三十一、三十二、えーとねちょっと嫌なゾーンに入りますね。問題三十番は これは難しいわ。実際正確に解こうとすると、なかなかしんどいかなっていう問題になったんじゃないかと思います。えっ、ー、と問題30番まあ、回答のポイントだけってことになりますが、カタカナあのところはえっ、ー、と b さんは地役権者なんですよね。b さんは地役権者なんです。地役権者の場合、土地の引き渡しとか明け渡しっていうのは？ 求められないですよ自分が擁益地に擁、えー、益地消益地ってしてるようなところの土地に関してその自分に引き渡せということを C に対して土地の明け渡しを求める自分が利用したい先の消益地の明け渡しを求めるっていうのはそれは地域圏の制度としては 認められないよねっていうところで罰だって話になるんでしょう。さらっと書いてあるけど確かにあの水を通すために建物が邪魔なら建物はどかしてくれってことは言ってもいいかもしれませんが土地をこっちによこせっていうことまで言えるかと言われたらそれは地域権の効果とししててはやはやり認められなないって話になるんでしょう、まあ、これ自体1個取っても非常に難しいというかそこに気づくことができた人は逆に素晴らしいんじゃないかなっていうそういう選択肢だと思います。 えと選択肢のイ「E これは言っていいですね「眺めを邪魔するような建物があれば建物をどかせ」とは言えるのよこれも例えば「土地を明け渡せ」ということまで言えるって書いてあったらそこはツになりますけどね私の土地からの眺めを邪魔しないようにしてくれと湘栄地の所有者との間で契約をしたんであれば邪魔するなってことは言えますから具体的には邪魔してる建物を取り壊せってことは言っても構わないでしょうねだから「い」は正しいです。 「あの」アが間違ってて「い」が正しければ、まあ、少なくとも答えは3か4に絞られますので試験上では次は「え」と「を検討するべきなんだろうね。イがま「い」が正しいってことが分かったんであれば「う」は見ないでエ「え」と「を。い」の組み合わせは「え」と「だからそこから検討するべきだって話になったんでしょう。 になりますのであのカタカナ A のところはこれは、ね、法定値条件は成立しないパターンに該当しますので A が×だということは分かっていただいてもよかったかなここまでくれば、ね、よかったのかなというところはありますねだってもともと定等権設定した段階で要件満たしてないもんね要件満たしてないまま定等権者は1人しか出てきてませんからこれは法定値条件成立しないパターンになりますのでカタカナ A で当然に発生するというのは×だと。 いうことになるでしょう。結果、あ答えは四番だっていう。だから、あい絵の判断ができればできます。あといがハードルが高いので、そこを乗り越えられたら、絵は割と判断しやすかったんじゃないかなっていうそういうタイプの問題です。まああとはカタカナのをは確かにこれはその通りです。えー、買取請求というのはこれはできるということにはなりますかね。まあカタカナウのところですけれど、これは袋地の。 通行袋地からの通行ってことになるのでいわゆる臨時通行権と言われるものだから賃貸借契約なんか結ばなくても臨時通行権を持っている袋地の所有者は異業地と言われる。 自分の行く手を阻む土地を通行することができるっていうのが民法210条で認められるものですこれ双輪関係で当然認められるものなので賃貸借契約結ぶ必要はありませんだから上は罰だということにはなるんでしょう一個一個見ていくとそんなに難しい知識では特に上はないかもしれませんただ集合体で来られるとやはり判断は結構しんどかったんじゃないのかなだからその割にはよくできてるなっていうのがあ実際の感想だということになりますかね はい、問題の31番、こんなの出すなよって感じの問題です。 もう回答速報会の段階で謝りましたのでもう,もう謝りませんけどえだけど7県、ね、は基本的にはもうこんなの出ないよっていう話でもう切り捨ててたような論点の一個だったりはしたので、まあ、出ちゃったなというところですただ、あの正答率が3割ぐらいということなんで合否にはほぼ影響はしてないだろうと思います。あの出しした上にちょっっと難しめっていうのが あ,ありましたので、まあ、問題31番、うんねえー、選択肢4番で確かに用法に従っての使用収益は不動産市地権者の場合はで、まあ、できるんですよこれはあの不動産市地権は結局、地権者にやはり不動産の明け渡しをすることが一応必要なんですよね。 で不動産で特に建物の場合なんかだとその引き渡しを受けた建物がそのまんまただ管理されてるだけだとかえって担保価値が落ちてっちゃう危険性があるので使用収益をするってことを認めるっていうようなルールは置いてます置いてますから、まあ、確かにあの正しいってことにはなるんですよ356条ってところで正しいあこれはあの使用収益をおすることはできるんだあの設定者の承諾は特にいらないのでこれ罰っていうそういうお話なんでしょうか。 けれど、うんまあなかなか難しかったかな。問題三十一は合比にはほぼ影響はない問題だと思います。はい、三十二番、うんとこれね、正答率からすると三十二番はあまあまあランク C にはなってしまうんですが、合比を分ける問題の一つだと言ってもいいかもしれません。 やはり32番ができるかできないかきちんとできてほしいなっていうそういうタイプの問題ではあるのかなと思います。まあうこ率がね意外と伸びてなかったというのが、まあ、意外といえば意外なんですけれど、まあ、今回この問題の場合も図を書いて考えたらいいですよお、まあ、同情人物は具体的に書かれてないけれどこういう時は適当に設定しちゃうといいよね。 例えば賃貸人が A で賃借人が B でということで,で転借人が C でとまあ本当に単純にこの図だけ書いてあとは指で追いかけながら考えていくってことをやると比較的間違えなくていいかなとは思います。あの選択肢の、A、ののとところ、ね、賃貸人の承諾がある天体だと お賃貸人があ転借人に建物を譲渡したというような話であったとしてもやはり BC 間で、えー、転退借契約っていうのが結ばれている以上は。 やはりその B さんの立場というものをこれを尊重してあげなきゃいけないということになりますからその A と C の立場が一体化してしまったとしてもだからといってあの混同って形で消滅するって話にはしない例外にあたる場合ですね転貸借契約はやっぱりこれ B の立場を考えたら当然に消滅させるわけにはいかないだろうそういうような判断になります。カカカカタタナナははこれれれ正しいでですすそからのけれど あの賃貸借契約のところがあ債務不履行を解除されるんでしょ債務不履行を解除するという時に転借人に催告をして何か賃料を代わりに払うチャンスを与える必要はない。 というのはこれは基本知識ですね。カタカナイのところはあやはりしっかり分かってないといけないえそういう知識になるかなと思います。だからイはこれは転借人に支払いの催告をする必要はないのでバツです。それからカタカナのウ、うん、賃貸人は転借人に請求できるよね。えー、賃料はねできますよね。だからウはバツですよ。イとウがバツだっていうところが分かると、もうこの段階で えー、は判断すするまででもなく正しいんですよ選択肢で「あのい」と「おう」が消えればあ結局2番と「5番」が残りますから2番5番の共通点は両方「お」が入ってるっていうそこですからだから「あおが」がこれは正しいんだってことはあそこで判断がつきます。そして、A、ですね 無断転退であっても賃借人と転借人の間においては転退借は有効だ現賃貸借を解除しなければ賃貸人はあ建物の明け渡しを請求できないって書いてありますがあのこれはあくまでも無断転退ですから実際上 C さんが既に使って,い,てで、えー、いるということであれば民法のルールだけだったらその段階で解除はできるでしょ。 まあもちろんいろいろとそこを制約するような判例があって信頼関係がとかなんかいろいろあるかもしれないけれどもとりあえず A が C に対して明け渡しを求めていくってことは AB 間の賃貸借契約の解除とは関係ないですよ。だから選択肢の A はこれは誤りだということになりますね。なのでまあ e u a が分かんなくても EUA の判断ができれば答えは2番だっていうのは絞れます。だそれででで判断できたたかかかどうかいうえのあたりは本試験で何回か出てるような あ品種とテーマになるのでそこ判断できたかどうかは結構合否を分けてるって言ってもいいかもしれないなっていうそういうような問題ですね。はい、問題33番以下問題33番以下うん問題33番は、えー、と当初なんか予備校で答えがパッと分かれたような問題の一つでしたが。 あのもう確実に選択肢5番が正解だということでこれは間違いないだろうと思いますあの問題33番ごめんなさいこれね、えー、とこちらのレジュメの方がえっ、ー、がちょっと間違えてて、えー、33番はこれはあのランク A ではなく C ですねこれあの単純にこれはあの入力ミスですごめんなさい、えー、問題33は正答率が30%なんであのランク C です A ではないです でただ内容としてはこれ2010年ぐらいの問題と同じですねあのいわゆる順位人と事務管理っていうもので2つ両方それぞれ論点を設定して例えば選択肢の一番は B が A からの管理を頼頼まままれれてててたたんでしょ頼まれてたっこことは順位人だととはだいうことになりますで順位人関係は普通の委任と一緒ですから特約がなければ報酬請求はできないってことになるから正しいですね。 それから選択肢の2番頼まれてなければ事務管理です事務管理の場合は有益な費用の償還請求は事務管理者は本人に対してできますねで考えれば選択肢2番は正しいですそれから選択肢の3番頼まれてないからこれも事務管理ですね えー、事故の名において窓ガラスの取り替えを業者 C に発注したということは事務管理をした人が業者さんとの間でとりあえず契約をして A さんの家の窓を取り替えるってことをお願いしたということになった場合あの支払い請求は必ず C から B に来ますよね。 B に来た請求に対して B は代弁済請求って形で本人に対して代わりに払ってくれってことを求めていくことができるって話が702条2項で認められることになりますだから3番は正しいですねそれから4番のところでやっぱりこれも事務管理ですえー、っと A の名前で勝手に業者さんと契約した無権代理です無権代理だってことになってしまうのでその通りですね4番はその通りです そして選択肢5番です。頼まれてたから順位人です、えー、と特約がなければ窓ガラスを取り替えるにあたって、えー、前払い請求ができないと言ってますが、まあ、費用の前払い請求は委委任任だだっったたららででききまますすね頼まれてたんであればあらかじめそういうことが想定できるならガラス代を先にもらっておくってことは 費用の前払い請求って形で可能ですよね。これ事務管理だったらダメだけど、頼まれてたってことは、準委任ってことになるので。委任契約であれば、六百四十九条で費用の前払い請求は可能です。だから、五番が罰だっていう、そういう話になりますか。あの、ちょっと正答率が三十一点七パーセントというのは。うーん、低いなっていう、そういう印象しかないんですけれど。 まあまあ、あなんかやっぱりね予備校のところでも最初3を挙げてた予備校さんがあったみたいですがどううも3と5で混乱した人たた人ちが多かったような印象はありますだけど選択肢3番は先ほど言ったようにこれはいわゆる702条2項の大弁済請求というようなものに該当しますので、えー、3が正しいって判断はこれはできてほしかったなっていうそういうような問題なのかなと思います。 はい、問題三十四番。うん、できてる人はほぼいないです。問題三十四番だって十五パーセントだもん。これ無料成績診断で十五パーセントの問題なんて。えー、全体で見たら、一桁台の正答率になっている可能性が高いです。だから、あの、特にレックの無料成績診断の場合は。あの、やはり司法書士の受験生さんとかね。そういう方も再現して送ってくることはあると思います。民法の正答率は総じて高くなる傾向があるんです。 にもかかわらずですからってことはほぼ誰もできてないっていうそういう問題なんだと思いますあのね一番は去年も出てたので一番はまあ分かったかもね JR 東海のおところのお話ですよあのお年を召したご夫婦のご主人が重度の地方症になり夜間徘徊するような状態になってしまった在宅で 介護をしていてい同居しているのはあもうそのご主人自体が90代の男性で同居している奥さんんも80代後半の方なんですねで玄関のところにはあのドアが開いたらセンサーでブザーが鳴るようなものがついてたみたいなんですがその何かロックをかけ忘れたか何かで作動しない状態になってたためにある日夜出てってしまったと。 で次の朝、発見されたときには JR 東海の線路の中で電車にひかれてしまって亡くなっていた状態で発見されたあの JR 東海からすれば鉄道の運行を邪魔したなってことになりますので損害賠償請求をしてきますですので、えー、700万だったかいくらかあ損害賠償請求が遺族に、えー、対して裁判として起こされてきたというものだったんですね。 その時に例えば、その奥さんあのご主人は成年非後見人だったので成年後見人である奥さんにいわゆる行動の監督義務まであるのかということやそれから近所に住んでた長男が時々手伝いに来てたそうなんですがじゃあ近所に住んでる長男同居しているわけではない長男に同じように法廷の義務が監督義務があるのかというような責任無能力者の監督者の責任という。 714条の話としてこれが裁判で大きく取り上げられたということになってたそんな判例です。 あの同居する配偶者と言うだけで直ちにに法法廷のの法廷ののの監監督督義義務務者者714条は当たらないってて判断をしてます成年後見人はあくまでも財産管理の責任があるだけで行動の管理まで全部責任を取れと言われることは、まあ、そこに書いてあるようないろいろな事情がない限りは無理ですってそういう話です。 とということなんですねあとはまあ一番はちょっとご自分で読んどいていただきたいというものになっちゃうけれど成年後見人だっていうだけで直ちにその714条の監督義務者に当たるわけではないんだよっていうのは昨年の試験でも出ていたものでなぜか2年連続出ししてきましたねそれから選択肢の3番ですけれどお所有者は工作物責任においては無過失責任ですのでこれは正しいということでよいでしょう。 それから5番はい。これも有名な判例です。非常にかわいそうな事例ですが、交通事故に遭いました。搬送先の病院の医療ミスで亡くなりました。これはあその事故を起こした人と医療ミスをした。お医者さんは共同不法行為ってことで損害賠償請求していいよ。っていう判例は、これはとても有名な判例としてあります。だから5番も正しいということになりますか？ あのそこまではある程度判断できた方は多かったようですただ2番か4番かであの2番が正解ってした人が43%なので大半の人は2番を正解だとしてしまったこの文章からしたらあのそれはそうだって思ってもしょうがないけれど実はこういう判例があるということなんですね。こういうい判判例例があります昭和56年だから結構昔の判例で そんなにメジャーなものではないとは思うんだけどまあ運転お兄ちゃんがあの弟があんまり上手じゃなくてねお兄ちゃんが例えば信号が O になったらなんか「ゴーとか言ってたらしいのよ。 お兄ちゃんががゴーっって言たたら車が走り出すみたいな感じだったらしいんですよだからそうするとそのお兄ちゃんがゴーって言って走り出すみたいな状態でお兄ちゃんの指示の下で弟が運転してるって話になってくるので結果的にあのそこには使用費用の関係というか監督関係があったというふうにしてお兄ちゃんにも弟にも要は連帯責任で損害賠償請求させたいっていうそういう発想だったんでしょうね。使使用者責任を使ってて弟だけではなくてお兄ちゃんにも 被害者は損害賠償請求できる状態を作ったっていう判例はあります。これは知らなくても仕方がない、しょうがないです。あの選択肢4番これ、これはね産業だけどすごい難しいですよ。あの例えば会社で飼ってる犬をそこの従業員があ散歩させてましたみたいな状態になったとき、やはり 飼い主はその会社であって従業員は専有補助者っていう形になるんですね。あの動物専有者の責任が718条の話で専有補助者っていう形になるとそこにダイレクトに請求はできないんですよ。雇い人が専有補助者だっていう言葉が2行目かなんかに書いてあるでしょ。ってことはこれは雇い主に対して、えー、動物管理者の責任っていうのは問うべきでこの散歩をさせてたか何か知りませんがあこの雇いの雇いの まあ、雇い人っい言い方からしてもこれおそらく判決文からそのまま持ってきたんでしょうねこれ大正4年の裁判例ですからそれをそのまま持ってきたっぽいけどこれはあ責任は雇い人には問えないっていうそういう判例が確かにありますだから4番はなんですよ問題のポイントはそこなんですねただこれは全体の正当率から見たらできなくていいですできなくて全く問題はないというふうに思います。まあ、まああ 一応ね。出てるから説明したっていうだけです。問題35苗字の話。これはある程度分かっても良かったかな？あが、正しいことは分かってほしいですね。だって、これさあの夫婦別姓訴訟があってのこれだから。 あのまあ、まあ両者同じような話を聞いてきてるんですけれど、まあ、要はあの婚姻届出す時は現行法上はどんなに夫婦別姓がいいと思ってもどっちかの名字に揃えて婚姻届出さないと受け付けてもらえないですよシステムはそうなってしまってるからだから「あ」は正しいですよねこれはね。ってことになります。あが正しいっって分かかたららに絞られるんですカカタカナのい はい、離婚したら、苗字は元に戻りますが、戻したくなければ、戻したくないという手続きを取れば、戻らずに済みますね。いは×です、まあ。その分かった段階で、答えは二番です。あが入ってて、いは×なんだから、一番違うでしょ、二番しかないじゃん。二番が正解だ。以上、終わりという、そういう問題です。だから、あの六十三パーセントぐらいの正答率になっているのは、うなずけます。まあ、そうだろうね、という、そういう話なんです。もちろん、あの上をも。 おこれはいずれもきちんと知識で判断できてもいいものだとは思います。うはい合の取り扱いは「そこに書い」てある通りですそれから「カタカナの A のところについてはこれはあの名字を別にするというのであればあ届け出ではだめだということは分かってもいいかなこれ家庭裁判所の許可がないと今回の場合 A は認められませんということになりますか。 まあ、カタカナのお「お」はこれは婚姻をした後の話なので養親の名字に揃える必要はありませんので「お」は×ですね婚姻をしてる以上はあ婚姻で名字名乗ってる名字を維持することはもちろんできるだろうってそういう話です。まあ、問題の35「あ,あい,いうの段階で」ああいいの段階で答えはある程度確定できるので、まあ、できればできてほしかったなっていうそういうタイプの問題だと思います。 はい、それから記述、民法の記述ですね。あとは民法の記述以外はさらっといきますけど、民法の記述です。えっ、ー、と、民法の記述、どこに行ったかな。あったあったえっ、ー、と、パワーポイントだと、十一ページの。下のスライドになりますか。うん、あの問題四十五番は、これはどう考えても。えっ、ー、と、建て替えなどと、建て替えと修繕などで。 それぞれと言ってますからまあ、それぞれで点数を与えられると思っていただいていいんじゃないかなと思いますですからあの立て替えの方はあもちろんこれはあ共有者5名全員の同意であるということがあかけていたかどうかまあ、あ,のあの共有者全員の同意5名が抜けてても別にそこはそんなに大きな問題にはならないとは思います 一応問いの内容でね共有者5名の間でって聞いてるので共有者5名全員の同意って書いてほしいのかなってそう思っただけです。それから、修繕など一応、などつけてね今回の問題は問題文の4行目、5行目で括弧に入れて回答においても修繕などと記することって書いてあるのでやはり修繕などって入れないと減点される可能性はありますね修繕で切っちゃうと。 減点される可能性はありますそれからやはり共有者の過半数って書いた人がものすごく多いです共有者の持ち分のっていうのが入ってないと大幅減点というかそこは点数はつかないです まずあの持ち分のが入ったかどうかで持ち分の価格の過半数としてるか持ち分の過半数としてるか一応今の段階では持ち分の価格の過半数でない限りは若干減点というそういう判断はあ無料成績診断じゃなくて個別相談会のところではあそういうふうにはしてます。それどこまで評価するかは何とも言えないけれど少なくとも持ち分のが入ってなかったら後半の建て替え修繕などのところは完全に0点だと。 ということですね。まあ、あの単純に書くだけだから、あそういった話をしておくことにとどめておきましょうか。はい、四十六番。うん、まあまあ、あのなと言って、誰が誰に対して、どんなことをする必要がありますかと。いうものですね。これは知ってたか、知らなかったかでも。 分かんなかったらしょうがないです。これはもうしょうがない。あの実際問題の4445できちんと点取って46はしょうがないなっていうような状態で切り抜けるしかなかったかなって。もう元々知らなかったら、もうどうしようもないかなっていうところです。第三者のためにする契約というんだよ。第三者は受益の意思表示が必要なんだよ。もしくは各予備校の回答だと、その実際の条文の表現をそのまま持ってきてますけれど。 そこまで再現できる人がいるとはあんまり思えないので、まあ、一般的に樹液の意思表示が必要だって言い方しますからそれでいいんじゃないかなとは思いますけれど、まあ、あ個別相談会だと第三者のためにする契約で8点で後半の方で12点みたいな感じでちょっとあの点数差をつけてそれぞれどうだったかなって評価はしています。 ただあのもう最初から0点ってなる人が多いですここは0点だって状態になっちゃってる人が多いので逆にあんまり差はついてないと思います時々こういうのあるよね2問出たら1問はいやちょっと無理っていう状態になる以前だと財産分与の趣旨を見つかけみたいな問題が出てきてやはりガタガタガタって崩れましたけどその前の2つでちゃんと拾えてたかどうかでやっぱりあの年も勝敗がついてるので、まあ、今回もそういう問題だったのかもしれませんもちろん3問目がちゃんとかけてた方もいらっしゃいましたからそれはそれでまあかけて たらら素晴らしいいととうこには当然なるんだと思いまら、まあ、民法はあんまりねだからそんなにこう書く赤くっていうところの何か差がつくような感じの問題では逆にないんですよね知ってたか知らないかで書けるか書けないかがはっきり分かれるっていうそういうタイプの問題が今回出てましたはい、えー、それから商法会社法なんだけどあのん、ー、だろうね今回ねえー、と正答率が極めて悪いです。 問題の36番から39番まで全部 C ランクなんですあの要はあ非常にできている人がほとんどいない問題の36番に至っては誰もできてないですこれは14.3%の正答率ですから極めて低い正答率さっきの,あの不法行為の問題と同じぐらいの低い正答率にとどまってます、まあ、正解は5番だったんだけどなかなか出し方によって、えー、1番 辺りを選んだ方があ正解を選んだ人よりも多かったようですけどねあくまでもあの代理の話ですから本人との間の契約成立っていうのがまず大前提で。 それもあるけれど、その代理人が知らなかった場合、善意かつ無過失。だったら、代理人に対して請求するということを選んでもいいですよってことが認められているっていうだけなので、まあ、あ選択肢五番が正解、ということだったんでしょうね。まあ、これはしょうがないです。問題の三十七番。これは本当はできてほしい。あのー、やはり、商法・会社法、もし勉強するなら、設立は？ ちゃんと勉強しといてほしいなっていうのがあります。カタカナアはこれは定款の絶対的記載事項で一番有名なやつだもん。払い込まれる金額は最低額でいいんだ。だから何人か払わないやつがいてもちゃんと最低額さえクリアできてればそれでいいんだっていうそういう話をするための工夫だということになりますよね。あのカタカナイやウは やっぱりこれは設立途中でこういうことをやられると迷惑だからそういったことは会社には主張できないぞっていうような話を設定しているものなんです。いも,うもともに正しいということになりますかそれからカタカナの「絵ですけれど設立時募集株式の引き受け人で出資の履行をしていない人がいる締め切りの日までにお金払ってなかったら即失権です。 即あの引き受け人の地位を失うことになりますこれ発起人がお金を払ってない場合はもう1回チャンスを与えてそれでそこまでに払わなかったら失権なんですよだけど株式引き受け人の場合は最初から明確に払い込み期日やあその払い込み期間が決まった状態だったのでそこを守らなかったら即失権なんですねその違いがあるよっていうのは設立勉強している人にとっては知ってなきゃいけない知識だと思います あのそれから「お」のところもねあの現物出資は発起人しかできないというのはこれは絶対知らなきゃいけない知識なんですねだから「え」と「お」はそれで切れます誤ってるものだから5番が正解だってことになるのはまあ一回勉強してたらできてもいいかもしれないけれど、まあ、正答率は低かったね、まあ、38番はいいですよこれは26%でしょもうもう27%か、まあ、できなくてもしょうがないです39はね なんでこんなに悪いんだっていうそういう類の問題ですというのは上尾は全部本試験出てる上尾は全部本試験で聞かれたことがありますあの例えばカタカナウで取締役会の決議は出席した取締役の過半数の賛成で成立するそれから特別の利害関係を有する者はその議決に参加できない 社長をクビにする時の社長さん自身はその議決には参加できないんだっていうような話はまあよくるものだったりはしますそれからカタカナの「お」のところはこれは取締役会議事録で「私は反対した」って明確に書いてないとそれは逆に「賛成したもの」と推定されるイコール「 取締役に対する任務形態責任みたいなものを追及されちゃうことが出てくるかもしれないよだから嫌なら嫌だとはっきり書いとけっていうのもとても大事な有名な知識だったりはしますだから上をの判断ができると愛が残るからっていうことで正解ってことになるんだろうけれどうーんまあねできてないですね、まあ、できてないんであんまり合否には影響ないかもしれないけどできてはいないですね。それから40番 これはできてた。だから会社法だと40番は分かった人多かったのかな。あの公開会社でない株式会社で取締役会を設置してない株式会社です。だから本当に一人で会社立ち上げますというような状態の時に選ぶパターンの最も典型的なものです。一人親方で自分が社長で株主でみたいなね話で 1>, 1人株主で1人取締役でといういわゆる一人会社みたいなものは認められるわけで選択肢3番がおかしいことは比較的気づいた方が多かったのかなっていうので3番が誤りですこの問題の並びの数字を見ると意外と司法書士受験生はあんまり出してないのかなっていうような気もしますね。司法書士のの受験生の方であれば 全部でできてもいいような気がするので全体の中で彼らが占める割合というのはそんなに高くないのかなというそんなイメージもありますそうすると民法の方の正当率もだから上がってるというわけでもないのかもしれませんけれど、まあ、あの商法会社法は本当に珍しく出来がはっきりと問題40とそれ以外でパキッと分かれたという。 そういうようういよなお話だったんでしょう、まあ、その影響もあってね先ほど言ったようにランク C という40%以下の未満の正答率の問題が15代っていうような全体の中でたくさんかなりの数を占める状態になっているという結果に終わってて、まあ、全体の法令の難易度が非常に高いっていう印象を受けた方が受けるもしくはその結果としてそういうことになってるっていうような話であったということなんでしょうね。 はいえー、とあとは残りは一般知識ですこちらはさらさらっと見ていきましょうかまあ顔面集の12ページの下のスライドのところに47番から51番までまとめてドカッと載せてありますまあ47番これはもう本当になんだろう好きな人が分かったってそういう感じの。 話なのかもしれませんね確かにあの選択肢1番ねポーツマス条約は日露戦争の講和条約ですからあ日清戦争は下関条約だもんねこれね。ということになりますしそれから選択肢2番なんですけれどあの第1次世界大戦で日本が中国に侵略してそれで領土を奪ってるのはもともとドイツの権益があった青島とかその辺ですので。 でででですすすかかららロシアではないですね選択肢3番が正解ということになるのかなあの4番は東条英機内閣ではないですし5番はこれだけ唯一戦後ですけど日中共同宣言出したのは田中角栄さんなので違うとあの選択肢5番は2013年の問題で出てます出てますが他はあれなのでまあまあ正当率34%ぐらい、まあまあね、好きな人ができたってそういう問題なんでしょうね。 はい、問題の48番、これは非常に高い正答率でしたしあの、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律っていうようなものは、あやはり、えー、出題の想定の一つの内容として、えー、取り上げたこともあった話だったりはしますので、まあ、出来が良かったのかな、あ選択肢2番はこれはね正解だと選んだ人が9割弱いますので、まあ、これはできた方が多いんだと思います。 それから問題の49番うーんこういうのは合否を分けてますね合否を分けてるかもねこれできたかできないかは結構合否を分けたかもしれないあの確かに1から5まで、まあ、知らないよっていう話なんですよ。だけど3番読んだ時に行政手続き法の話をししていいる内容が明らかかにおかしいんですねだから行政上の強制執行について行政手続き法は規定してないもん。 行政立法計画策定についても何もそういうルールでまあ少なくとも行政立法はあるけど計画策定はないでしょあの行政計画とかさあ行政契約とかっていうのはあと行政調査とかっていうのは行政手続法に規定がありませんってよく出るやつの中の1個ですよね。だからそこからああこれ違うなって判断ができた人が半分ぐらいいたんでしょうね。 これは結構合否を分けたかもしれません。もう一本釣りです。一個の選択肢で気づけたかどうかというだけのものだと思います。それから、これ四十九番、五十番。五十番ですね。えっ、ー、と五十番。 まあ、ああ出たなって感じなななのがエトオなんですね出たなっていうのが働き方改革の「え」と「お」です。まあカタカナへ引っかかった人もいたのかなお医者さんは入らないよねっていうのに注意深く気づいてもらえたらよかったかな例としてよくこのお金融商品開発者アナリストなどコンサルタントなど、まあ、かなり高度なあ業務についてる人でという言い方はしてましたけれどおお医医者者ささんんはは関関係係なないいでですすねちょっと意地悪な問題かも。 えー、おは、まあ、確かに正しいので、えと、お、が、あ、ただ、あ、絵が誤りで、おが正しいということになりますか。あと、カタカナあは分かっても良かったかも。これは過去試験出たことがありますね。あのー、組合は企業別労働組合なんですよね。日本が高度経済成長期の頃に、えー、あまり大きな労働争議が起きないまま、過ごすことができたのは企業別労働組合で。 要は企業ごとに労働組合が結成されてたから労働組合の要求がエスカレートすることがあまりなかったあんまりエスカレートした要求をぶつけると企業が潰れちゃうから。 だから自分,の雇って自分を雇ってくれてる企業を潰れたら元も子もないのでそこは要求がある程度のところでまあまああ折り合いをつけるような話になりやすかった、まあ、それが労使紛争が起きなかった原因だって言われてます。なのでこれ企業別労働組合だってこれね2013年ぐらいの試験で1回出てるかなってそんなところでしょうね。 「い、まあ」あのはあ、まあ、一般的に知ってた方も多いかもしれませんね、まあ、正答率はあまあまああんまり高くはないですだ50番は、まあ、できなくてもしょうがないけどっていうところではあるのかな問題51ん、まあ、これも知ってた人ができただけでしょう。4で2番かなっって思った人は なんかそういえばこういう数字で表してたよなとかねざっくり分かって答えたって方が結構聞いてみたら多かったようですね。他は分かんないけどとか2と3のところで3じゃないだろうみたいな話で2を選んだとりあえずそうしたら合ってたっていうそ,のそんなもんじゃないですか。 問題52番、これはあのーまあねえー、レックの模擬試験でも取り上げてたものですし、えーまあまあ、あ言語は精霊でというのは分かった人が9割近くいたようですので、まあ、普通の話題としても知ってたということになったのかもしれません。 で問題52番から57番まではこれ画面集だと13ページの上のところにずらーっと上がっていますやはりこのあたりも正答率が52番はめ高かったですねまあ、問題53番だけ、えー、っと56%だから少し下がってはいますけれどままあ、まあ読んだときになんとなく気づけたのかなというところもあるんでしょうカタカナウで 産業廃棄物の処理排出した事業者にやらせるでししょうねねこれは、ね、排出した事業者があ処理責任を負わないっていうのは一般的に考えて変だなっていうのに気づいた方がいれば「うわ」はこれは誤りだ「だからう」が入った酸化4なんだろうなそう言われてみればゴミ処理が有料化してるとかゴミ袋が有料化してるとかそういう話は聞いたことがあるなじゃあ「い,い」は正しいんだろうっていうので4番。 そういう形を選んだ方は多かったようですね。まあ、それでいいんじゃないかとは思います、この問題は。それから54番ですか。うん、まあね、すごい正答率ですね。あの98%ってなってますから、あのできなかった人がもう本当にごくわずかっていうような問題だったんでしょう。まあ、非常に優しいですよね。優しいいですあう えー、おって全部う確実に判断できていいものだろうし、えー、なおかつ「あ」と「い」が分かればほぼそれで答えがもう出てしまうので「い」はこれは AI だろうっていうのは分かると思うの。こののの第5世代っていいうう意味、ね、5G 5G は これは明らかにいの話じゃないよ。なってことはこれは分かったんじゃないかな。あの通信の話だしまあ、要はスマートフォンなんかに、ね、搭載されるような通信技術の問題だってことが分かっていればまあ、それで答え出ますよね。iot は最近試験にも出てるしね。sns はまあこれも読んだら分かりそうだから、まあできるのが多かったのは当然でしょう。えー、っと55番です。これも出来が良かったですね。76%すごい。 高い正答率でいるようですけれど、まあ、あのカタカナをあたりは今後の対策としても、まあ、憲法なんかでも通信の秘密って言ったら カカタカナをの話はよく説明することがありますので、まあ、これは今後の対策って意味では知っといてもいいかもあとはあんまり説明するあれはないので、えー、まあまあ,あ間違えた方は解説でも見とけばいいんじゃないっていうレベルの問題ですけれど「お」のところで通信の秘密って憲法21条2項公談でね通信の秘密はこれを犯してはならないっていう規定があるんですよね。あののののの通通信信秘密っていいうのはあ通信の内容だけじゃないのね存在も 保証の対象になってるんだというのは有名な話なので、ちょっと頭の片隅に置いといていただいても良いんじゃないかと思いますよ。問題56うん、まあこんなのももう今年限りの問題なんでしょうけど、まあアナログ方式だというので。 なんか古そうなものはアナログなんだろうなっていう判断をした人が９割ぐらいいたんじゃない？あの AM ラジオとか交換公衆電話網と言われるようなものであればそうなんだろうな。インターネットに関わるところはまあデジタル方式なんだろうなぐらいの判断だと思います。うんまあねあんまりその何度も出るものではないと思うんでなんか聞いてるとそういう判断で一番を選んだって方が多かったようですね。それから５７番。 57番はもう選択肢1で判断がつけばいいんじゃないかなあの個人情報保護委員会内閣府の外局ですから内閣府の外局であるそれから個人情報保護委員会のメンバーは内閣総理大臣が両議員の同意を得て任命するっていうような話もありますつまり責任大臣はやはり内閣総理大臣だろうということになるのでこんな3人の大臣の共感事項ではないだろう1番が違うっていうのを選んだ方がまあ9割弱いたと。 いうことですから、まあ、これはあ、ね、ちょっと個人情報保護の問題が今回はほとんど出て,出ていませんでしたのでこの個人情報保護委員会の問題だけだったということではあるんですが、まあまあ、あよくできていた問題ということになりますか。はい、58番以下の文章理解もうん、まあ、3問とも非常に正答率が今回は高いですね。 うんまあ、問題58番はもうねもうこうやっぱりちょっと考えてほしいなっていうのはあの選択肢がページまたがるのはもう本当にやめていただきたいというかストレスでしかないですねこれはねだから何か工夫してくれればいいのにっていうのはあの去年も思ったんですけど今年もあの同じような感想を持ちましたけれど。 まああの何か実際に動作ですかというものから感情が生まれるんだというような話がその前に書かれていたりする3行目でねむしろ泣くから悲しく感じるとかっていうような話とリンクするものを選べば良いということになりますのでまあ慌てて逃げてから恐怖が込み上げてくる動作が先で感情が後ってという意味では2番が正解だということになったんでしょうね。 もう82%近い正答率なので、まあまあ結構分かった方が多かったのかなと思います。59番もうこれも回答。速報会の時にすでに言ってましたが、やはり空欄4番空欄4番がやはり一般の言葉としてえ、陣地を超えた。ところで働いている秩序で人間に理解不能な理屈。このあたりからうー。空欄4番陣地。 そして、えー、空欄5番がその文章の流れで、まあ、これは無法よりは不損だろうと。 いうところが確定できたら、あとわかんなくても三番が正解だってことになります。まそれでいいんだと思いますこの解き方は。あのこういうあなんだ、こう空欄の補充の問題とかの場合は、やはり一番選びやすそうなあ語群が並んでいる空欄から先に片付ける。でそれで選択肢を絞っちゃうっていうのがやはり解き方としてはあまあ一つ王道の解き方だったりはしますので、まあそれで見ていくと、うん、まあね一番とか空欄一番とか三番みたいな似たこと 言葉がいっぱい並んでるところから攻めるのはあんまり得策ではないだろうなってそんな話ですね。それから問題の60番これが一番よくできてますね。まあ簡単だったのかなというところがありますか。あのまあまあパッと見た瞬間でローマ数字2番あたりから攻めると比較的分かりやすかったですかね。孤独って話を前後でしてるので。 孤独っていうことを言ってる「文章が入るのかな」で2番に「尾が入るっていうのがまあ特定できればあそしてローマ数字3番の直前には主観が作るものなのであると言っている主観っってて言葉を使いるのは次は次絵しかないんですねだから空欄の2番に「尾が入って3番に「絵が入ったらもう選択肢2番しか残らないですから「2番だね」っていう何の文章かよく分かんないけどそれで答えは出ます。 とということなので多分30秒ぐらいいいでで答えてますすっていうういうそ問題ですあの結局これ文章理解が、まあ、ずっとこの傾向続くんでしょうねあの穴埋めと並べ替えだということになると今回58はちょっと中身を見ないと何とも言えないっていうタイプの問題だったかもしれないけど5960あたりはかなり速いスピードで答えを出すことができるんじゃないかなっていうそういう,もうテクニック重視の問題であったというのは例年通りということになりますか。 はいえー、とまあまあそんなところですね以上60問見てきました。あのーまあ、最後のところで、えー、これはパワーポイントの14ページの上のスライドのところに上げておきましたけれど。 まあ、あの毎回お願いはしますが特にあの今回、ね、大丈夫そうだって人はまあいいです大丈夫そうだって人はまあいいんですがもしちょっと厳しそうだなという状況の方ですねあの実際にこれからまた受ける、受けないのところはうんとまた1週間ぐらいの間じっくり考えて決めればいいですまだ迷っているんだったらあどうしようかなというのはねもうあのまたチャレンジするのもありだし、えー、もうこれで撤退するというのもありです。どちらでも構わないいとと思いますあのそのの皆さん一一人一人にとって これ行政書士試験に合格することがどのくらいやはり優先順位として高いのかどうかそれを受からないといけない事情があるかどうかとかそういうところから判断すればいいですただいずれにしてもあのせっかく今回しっかり勉強してきたそして試験に臨んだ以上はこの準備にあたって えー、自分にとって良かった点悪かった点その改善方法っていうのは一度は書き出してみる頭を整理する意味でもそれをやってみる本試験の中での自分の戦い方まだ記憶に新しいうちに時間配分がどうだったかどうの順番から解いたのが良かったのか悪かったのかそれらも書き出してみるそういうものをいろいろ整理していく中でもしかしたら迷ってる時にあまたやってみようかなって気持ちになる人もいるかもしれないし。 そういう話も出てくるかもしれないそれからまたやろうとすでに決めているんであれば これは正確にどっかに書き出しておいてえ来年度の試験に向けての対策の中に上手に取り入れていくってことをやらないといけないですよね人間やっぱりあのなかなか一度こう癖としてやってしまっていることっていうのは意識して改善しないとまた同じようなことをやってしまうっていうような生き物だったりはしますから自分の内容を客観的に評価してどう変えたらいいのかはしっかりまだ記憶が新しいうちに 検討していいいいただだくとといといろうということなんです、ねまあ、あのまあそんなことをちょっと意識しながらですね、えー、今回の試験、えーまあ、振り返って、えー、見る時間を取っていただくといいだろうということですそしてあの来年度の試験に向けてはやはりあの民法がね変わります民法変わります結構変わります。 え結構変わるというところはありますのでやっぱり民法改正ということについてはあ例えば11月23日の行政書士エキスポなどでもその話はざっくりしますしそれから12月22日にですね渋谷駅前本校ではあのクリスマスセミナーというのを毎年やってるんですけれど、えー、まあ今年はどんな格好をするのかなという。 去年はサンタクロースの格好をしてやったんですけどねおととしもそうだったんですけど、まあ、ちょっと着,着るものが去年より一昨年より去年の方が増えたんですけどねあの、まあ、今年はどうしようかなってちょっと思ってますが、まあ、あのそんな感じの格好をしながら当、えー、民法改正のお話をまたする機会をそこで作ります。あの 年明けあたりにはちょっと有料講座で民法改正だけをまとめたコンパクトな3回ぐらいの講座を作って販売するってこともまあ渋谷駅前本校の生講義って形になりますけどそういうことも検討はしているというかほぼ実施する方向で今動いてますのでまあこれ試験合格してそうだって方も民法改正のことをざっくり知っておきたいっていうならそういうものを利用していただいてもいいんじゃないかなと思います。いずれにししてもあの改正のところはしっかり フォローアップしていかないと2020年度の試験を受ける方は特に受けないというかね別の試験を目指す方も何もやらないつもりの方もやっぱりとても重要な話にはなるそういう大きな変革の時期を迎えるので、まあ、それに対する対応はしっかりやっておきましょう。 ということですはい、えー、以上ですねえー、と60問ざっくりですがあコメントを残しながら、えー、今回の試験の傾向などについてお話をさせていただきました、えー、時間が来ていますので以上で、えー、終了ということにしたいと思いますそれではお疲れ様でした